寝るぞ。もう今日は絶対早く寝るぞ。あ、おかえりなさい。はい、おかえりなさい。もう寝るぞ、今日は絶対早く寝るぞ。はい、とりあえずオープニングです。おはよう、おはよう。ちょ、とりあえずオープニングです。すいません、さっきちょっと、何とある諸事情のため一回放送終わったんですけど、はい、はい、おはようございます、皆さん。おはようございます。お疲れ様でした、今日も一日。おはよう、おはよう言いに来て、おはよう。とりあえずオープニングです。組むか。まあそれはいいや、置いといて。いや、それを本タイトルは一番最後に行く。まず、山田会を波紋になったヒゲ兄の件に関して、少し語っていこうかなって思いましたね。フォローしてくれたらみんなフォロー返せよ。いいよ、月ちゃん。いいよ、いいよ。フォローはするよ、俺。屋形船下見、今日はちょっとあかんぽいな。今日あかんぽい。ああ、そうそう、ヒゲに結構聞かれるから、波紋になった理由な。それをちょっと、だから山田会波紋2人目っすね、言うたら。プルチさんっていう、リアルに犯罪して捕まっちゃった人と、ヒゲに2人おんねんけど、波紋になった人。ヒゲにが波紋になったのは、何あのヤマリスに、まあ、元本職上がりの方がいてて、まあ本職って言ったら分かるよね。本職って言ったら分かるよね、みんなの方がいてて、で山田に課金してくれてる人やねんけど、その人にすごい悪態ついて、でまあトラブったんですよ。で結局直接会って話すか謝るかのこのまあ二択、二択になって、 A には。で俺にはなんかワンちゃんもう謝りますって言ってたくせに、結局その人が枠行った時にまたおちょくって、ほんでもう波紋にしました、言うたら。ハーモニーしましたよ、だから、直接会ったらな、別に良かったのに、直接は会わへんのにおちょくり続けて自分の居場所は隠し続ける。それは良くないなと思って、はい、そう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 、でハーモニーしましたよ、だから。はい、村へと回ざす。はい、まあそんな大したことじゃない。徳島の社長ももう手焼いてたと思う。なんかそので今ヒゲ兄のことを面倒見てるその徳島の社長もヤマリスやねん。ヤマリスやねんけど、もうどうしようもないっつって、クレームの電話が来て、そうそうそう、怒ってる怒ってる、もうあかんっつってる。おそらく最終的には西成に捨てに行くんじゃないかな、多分また。いや、分からん、酒飲んで気がでかくなってるだけなんか、それは俺分からへん、なんでおちょくってんのか。プルチャパクられた、なんかまあ特殊詐欺系のなんかで。まだおる。そうそう、だからもう波紋です。はい、いや、それは最後にやる、レモンちゃん、それは最後にやるから。それ一番最後やから。ルームツアー終わって、やるから。それはな、その酔った状態、そう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 、そんなんでいいかな、ヒゲに。まあもう別に山田会じゃないからどうでもいいけど。そんなんでいいんかな。おはよう。語気は関係ない。語気は関係ない。いや、やっぱその礼儀はな、ちゃんとせんと。
誰が番気になるやろ、うん、これは最後にやります。ゴキさんな。まあでも今日その日とレディースデーでリスワン取りにかかったら、まあ、またちょっと全力で阻止しに行くんで、うん、プルッチはな、なんかその出し子系のことでなんか捕まったっつってたけどな、うん、まあなんか金銭絡みの犯罪で逮捕されたって聞いてる、うん。はい、ハートドキドキありがとう、匿名さん。ハーの人ありがとうございます。あ、パーの人か、ありがとうございます。あ、望んでない、うん、する9割の世論が阻止しろっつってるからする。あー、ありがとうございます。パンオーケー、匿名さん、できたらガチイベアイテムの方が助かります。あざっす、オッケー、いいよ匿名さん、ほっとね、いつか一緒に夜桜見れたらいいなと思ってる。本当ありがとう、うん、できたらガチイベの方のアイテムが助かります。え、また座席表変わった、嘘やろ、送ってきてないで幹事長のところには、うん、ちょうはずやぞ、ほんまか、嘘やろ、なんで？もうそれやったら愛子とか深夜長とか俺の横座らしたらええやん、もう、うん、で小賢しいのなあ、せやんな、そうなあ、そうやんな、そうちゃう俺幹事長やで、うん、座席を知ってるから俺、うん、もう変わった、それご情報、うん、それブーブー言うたやん俺直接、うん、さすがに武元さんの横愛子は良くないっつって直接言ったから俺だね、うん、そう変更前、ご情報、うん、大丈夫だよ無限くん、俺が言ったから、直接言ったから、うん、そのなんか、いや変わってないはず、そんなバナナ、うん、そんなバナナ、それはないやろさすがに、うん、しかも食い気味で言うてるから多分大丈夫やって、うん、食い気味で言うたから、はい、無料アイテムありがとうございます。ダサいから山田かいか名前変えた、いや変えへん、うん、ダサかろうがなんだろうが、ああ、まあそうなんか大原がちょっと大原専属やからの、あ、大原っつって怒られるわ、うん、うん、新八丁はなんかその無限君にだるがらめしに行こうとしたら、それはもう身を挺して止めるから俺が、うん、ああそうそうか、言ってあげて無限君に、あの山田が強い言うて座席表変わったからって言ってあげて、なんかそれが話題になってんねやったら、うん、そうそう、もう愛子とか、うん、言ってあげて無限君に、うん、もう結構食い気味で言うたから、さすがにそれはないんじゃないかっつって、スペシャルゲストで来てくれてんのにっつって、もう愛子の横はだるいやろっつって、いやそんな変更あったら幹事長の俺んとこにまず先来るはずやけどな、うん、来てないってことはそんな大幅変更ないはず、うん、それは絶対ない。はい、室谷と回ります。いやそれはごめん、知らん、せやな、新八丁とか愛子来るな、ふは A 番組、うん、あ、初ブロックおめでとう。はい、室谷ともありがとうございます。ネアンミホって何？
まあ荒れるやろうな、多分もう乗船前から荒れるやろうな。いや、それ最後にやります、最後にやります、徳の人最後にやります。カナー君はなんかちょっとなんか元からさっき決まってた用事の兼ね合いとかじゃなかった？うん、聞いたやろ。そうそう、いや声かかったら手伝うよ。別に直接言ってきてくれたら手伝いに行けるぐらいのとこにはおるから。うん、ええよ、事前の準備なんか何もないやん。言うたらなんか買いに行くだけ、お土産買いに行くだけって言ってなかった？それ運ぶの大変やから、うん、とかそっち系じゃない。なんか直接言うてきたら手伝うよ別に。いやごめん、それなんでか俺もその15人から膨らんでるタイミングで七夜の家行ったからわからん。うん、それ なんでかわからん。ああ知らん。ほんでまゆちゃんはなんかあれらしい、もうあのあれって言ってたわ、酒飲んでへんかったらコミショやから、できたら山田くん横追ってとのことを、まあ やんわり伝えたら横なってたな、なんか。うん、まあ俺別に俺はどこでもいいって言ってるから最初から。前乗りする時の荷物と当日の移動とか2泊、ああええけど、それ言ってきてくれたらいいって言っといて。うん、うん、それ言ってきてくれたら、日合わせてくれたらいいよ。いつそれ、ちょっと待って、今何日？27やろ。うん、あ29な。うん、じゃあ29は別にいいよって言っといて7やに。ああでももうあと27分してその話題になったらかかってきそうやな。うまあいいよって言っといて。うん、まあそれもやんわり言うたって。40やんわり言うたって。うん、ネックレスが実にこれ見よがしで田舎くちゃい。まあせやな。うん、所詮田舎もんなんで。あ、りょう、うん、言うといて別に。その代わりにいきなりその日とかに言わんといてって、うん、それやったら、うん、うん、あ、きつい、あ、ええで、別に運ぶの手伝ったるわ、うん、それやったら最初に言っといてほしい、もう、それで何陣取るから、うん、じゃあそうするか、それ手伝うか。いやそう、怒ってても別に俺関係ない、もう言うたらもう関わりのない配信者なんで別に。ああ、もう山中にクビになってんねやからさ、もうええやろ。せやな、パンパンやもんな。でも2回あるって言ってたからさ、うん、いや動けるほどクリアランスあんのかどうかわからん言うたら。あんまり動きまくったら船傾くんちゃう？知らんけど。あ、ニュー大丈夫なの？はい、この人ニュー。いや、それちょっと最後にやります。今ちょっと何座席法問題ですね、知らんけど。あーな、せやんな、俺もじっとしてると思う。アム君知らん、ヌー抜けたん？別に抜けなかったら抜けていいよ別に。あ、ニューニューニュー、別にで、あの勝手にやめる分にはあの全然 OK なんで俺。ヒゲニハモン首首、うん、はい、村へと回ります。まあ大原やったらやりかねへんけどな、それもな。あーうん、別に入るときはちょっとあるけど、やめるとき自由なんで。はい、別に何も一方なくていいです俺に。うん、あ、せやな、まだ言うてほんまの超正式発表ではないかもしらん、まあ、ちょっといろいろあって、はい、俺とじゃないねんけど、ちょっとリスナーさんとの間とかにこういろいろあって。クビには何してる、いや何してるって言われてもな、服まだ毎日変えてるけどもうストックないから、あれコインランドリー行かなあかん。あ、おはようございます、村井と。うん、服毎日変えてんで。うん、
せやな、絶対事件起きるよな。絶対事件起きるよな、恐ろしい。え、結構前、結構前、うん、結構前時点でそういう話あったから、うん、いやー、どうやねんやろ、それはごめん、わからん。俺はでもどうやろう、 やらんつもりでおるけどな、船乗ってる間は。アイコとシンヤッチョが取っ組み合いだって二人とも落ちてくれたら一番いいねんけどな。うん。いや別に嫌われてはないやろ、うん、何やるかわからん枠で思われてるだけで、別に本格的に嫌いな人って無限くんぐらいちゃうの、言うたら。ああ別にカメラマンでもええよ別に、うん、まあそれは好きに使ってええよ、別に何でも言われたらやる。あ、無理やってバザす。いいよ、外カメの天才って言われてるから。え、でも俺が持ってて何か極端なこと起こってバンなってもそれは怒らんといてや。まあそれはカメラワークはちょっと注意するけど、例えばさ、あの いきなり大原が誰か殴突然いきなり殴取っ組み合いになったりとかしてもん、バファリンがどうしたん。あ、バファさんもあかんねや、いい、知らんかった。うん、あ、おはよう、無理やりでもありがとうございます。はい、バーの人おはよう。あ、そうそうそう、それが怖いよな。それは最後にやります、バンは。はい、ゆきちゃんありがとうございます。それは最後にやります。うん、それは中村と足並みを揃えていきます。はい、無料アイテムありがとうございます。いやでもその後二次会って言ってるからな、二次会。ああ、うん、それは大丈夫だから、無限くんも金銭と俺のことを使ってくれたらいいで、うん、なんか「おい山田ちょっと怖い」みたいな「山田お前ちょっと怖い」モノマネ似てる似てる「山田怖い」みたいな「山田ちょっとこっち来い」とかでいいから、全然言って、全然モノマネ似てないかな。この癖のあるモノマネ怒られるかな。あ、ちょっと全然いいよ、全然いい全然いい。だって無限くん俺のところでファンタ投げてくれてんねんで、もうそんなもんもう無限さんやわ無限さんやから、くんよくないかも、もう無限さんやわ、うん、じゃあ養分は違う、おい山田養分は違う、おい山田わがまま知らん、うんうん、よく似てないけどな、うん、あ、いいよ別に俺が持ったるよ別に、全然いいよ外亀。いやでもね、モンジョ リスナーさ、俺が持ってたらさ、ちょっと不備あるだけでごっちゃごちゃ言うてくるからな、またモンジョリリスナーに嫌われるために持たなあかんのか、うん、あ、おはようございます、おはようございます。いやもうふざけてたら怒られるわ、うん、せやな、うるさいからな、ほんまモンジョリんとこのあの柴田ほんまうるさいからな、ぐちゃ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 、うん、ずっと茹でるからなあいつら、いや全然ちゃう全然ちゃう、うん、うん、さ悪い人まみれやん、もうそんな無理やん、うん、そんな全員は無理やわ、うん、もう全然ちゃうよ、もうスタイルも全然ちゃうやん、なんか、それは最後に話す、それはマジで最後に話す、うん、この放送が終わる時に話そうと思いましたね。ええ、気になってるでしょ、気になってるあなた、うん、あ、そうなんや、いい、ごちゃ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 うるさいのいな、モジョリスナーほんま、あ、なんか止めてくれるわ修羅さんが、あ、ほんまやな、止めてくれるわ、あ、もう一括して終わると思う修羅さんとか、うん、
お前ら調子乗んなで終わりそう。うん、あせやね、軍曹もおるしな。うん、ああ放送終わるときって、ああ山田用のハッピーもあんねや、そんなエモまで作ってもらって、うん、いや風営法はもうバン解除されてる、うん、大原のあのしつこいのがもうやばいよな、突っかかっていってしつこいのエグいよな、なんかそんな気するわ、絶対無限さんのとこ行こうとするやろな。今日はゴキブリのリスワン阻止の方に動いてその後アポ取ってるパニさんか、うん、俺嫌いちゃうけどな深夜っちょ、うん、俺は嫌いちゃうけどな全然面白い、うん、エピソードで言ったらっていうか俺もともとどっちかというと深夜っちょ結構見てたからな。おばあさんより俺深夜っちょ流行ったから言うたら、うん、そうそう俺深夜っちょ結構好きや、ほんまぶっ飛んだことするからさ、あの24時間マラソンの知ってる？知ってるよな、うん、あれマジで腹筋崩壊したからな、うん、ああ、別にしてもええよ、したらええやん、でもあれやで、第三者の LINE とかを無断で公開したら放送バンになるか落とされんで、あともうヒゲの歯といらんで、別にもう関心ないもん言うたら、そんなクソドカソの話題ほぼ求めてないから、ここいらんでヒゲ歯と、うん、30までは、います、30ママ、30までは、30ママって言ってもうた、30まではいてます、うん、山田推しやねんな、君は山田推しやねんな、うん、な、うん、おう、まあ誰レベルやからもういい話題にせんでも、うん、多分話題になることもうこれからないわその人、はい、村井ともありがとうございます、 OK、うん、え31もしかしたら疲れ果てておるかも。はい、ゆきちゃん2個パオン、ゆきちゃんいいよ、かわいい、ゆきちゃんいいよ、うん、みんなあれな、デイベアイテムじゃなくて豚か象かイベントの有料アイテムでお願いね、もしおひねり投げたいなと思った人は、うん、もし可能な人おるんであればいい、速報まだ、はい、無料ですが、はい、よかったら有料ください、うん、え、知ってんの、ね、ゆきちゃんあれやん、あの、あれやんな、ひどなさん好きやもんな、いやいやいや、もうクソがあってもさすがに1回帰る、31までには、さすがにきつい、ああ、ひでままな、うん、今、天国で微笑んでるやろうな、俺を見て、うん、あ、おはよう、村へともありがとうございます、はい、みーの人おはよう、ひでままおったら絶対ひでまま参加やったよな、うん、おはよう、おはよう、やろうな、屋形船30日やで、うん、はい、おはよう。最後に言うってこれ感想までやらへんすね、え、寝てないよ、うん、昨日の昼の3時か4時ぐらいからずっと起きてる、うん、まあ、放送つけたのは多分ドン・キホーテ終わってからやから6時過ぎやったっけ、はい、おはよう、
いや俺藤沢奈々の自撮り棒俺が持っとく感じかな多分。うん、俺ママさん、うん、幹事長なんで、A、いやーなー、でも今日ちょっと観光できたからな、言うてもあの俺バッドホップ好きじゃないですか、うん、川崎駅見れたんでもういいかなあ、おはよう。と止まらないです俺基本パオン、あんなとこって言ったら怒られるけど泊まれるわけないじゃないですか、うん、せやなアカウントは守ろう、うん、怖いわ。マユと一緒にいるなら座る場所かなり離れてるけど、あでもなんかそういう話出てるらしい。うん、せやな、いやでも大原の声のんもんな、うるさいから、うん、アイコもテンション上がってきたら暴れ散らかすやろうし、わーわー言うて、うん、え仲悪くないやろ天草さんとセイさんって。仲悪いのやろ別に、仲直りしてたやん。仲悪いのあれやろ、テンストさんとコマイやろ、うん、ちゃうかった。初めの挨拶回りの時にカメラマンしたらええねんな。あ、オッケーオッケーオッケー、それは合点引き受けよう。いやあかん、大原ちょけんもん絶対、うん、藤沢奈々のカメラマンのはずやのに閲覧見て多分打ちカメにしよるあいつ。あ、オッケーオッケーオッケー、あと奈々ちゃん NG ワードやで俺んとこ奈々、うん、やんに変えた方がええで、うん、もう分かるよ考えてることは、うん、であれやでモンジョリリスナーとかがさ、モンジョリ映せモンジョリ映せっつってコメ欄あれ出すんやって、うん、もう普通にして俺が持ってるだけでもぶつくさ言いやがんのに、うん、あいつら、うん、大原の中に持たしたらあかんよ、俺が持つよもう、やるやる、うん、まあそれはうまいことやるよ別に。え、山田誘われたってどういうこと？俺幹事長やで、館船の分かってる？誘われたってどういうこと？うん、幹事長っすよ、僕ち館船の偉いさんっすよ、その会だけではその会で偉いさんっすよ、僕山田帰る、山田ちね、まあ、まあなんかちょっとやらかしたら言われるな。いや本当ね、おかげさまでね、初めのメンバーにいてなかったやろ、知らんそれは、俺に言われても、うん、初めの時おらんかったもん俺、うん、そやで直接やで、あ、七谷の家おった時見てない、それは最後にやります、1115さん、はい。ただこの本タイトルの話もうどうしても気になってしゃあないって人はもう5個イベントの夜アイテムくれたら喋ります、速攻もう秒で、うん、この件に関してもうちょっと早く聞いときたいっていう人おんねやったらもう5個くれたら喋ります今すぐ、うん、どうします、まあ豚か象でもいいっす、豚か象か、イベントの夜アイテム5個くれたら俺もすぐ言います、うん、安売り本タイトルの安売り始めました、どうすか、すぐ言う、マジですぐ言う、どうする、ななちゃん NG ワード、はい、 5×10 は55では、本タイトル、とある配信者の番、うん、これちょっと話していこうと思います。新しい人ありがとうございます。たまたま配信つけたら中村のタイトルがそうなってたから乗っかっただけで誰か知りません、以上です、知りません、うん、知りません、あんで もっと言うと興味ないですあの、うん、興味ないです、まあ大手ではないと思うす多分、うん、すいません新しい人ありがとうございます、お疲れ様でした、知りません、うん、
5個投げてくれた人すいません。うん、でも俺ちゃんと正直に話したんで、うん、まあ一応小町って言われてるけど、うん、一応な、一応小町って言われてるけど、うん、一応な、うん、ただ何してバンなったとか、どういう経緯でバンなったとか、うん、はたまたほんまにバンかどうかも知りません。うん、言われてるけどな。ね、名前出てけえへんって言ってんで、ほら。あ、今やったろうか小町。ちょっと待ってな、じゃあ実証していこう。待ってな、見るわ。うん、さすがにアイテム5個分もらってるんで俺やります。うん、ふわっちはアカウントあるで、次ツイキャス飛びます、飛びます飛びます。うん、で、小町、小町カムサハムニダあるけどな、小町あるけどな、アカウントあるけどな、全然。うん、両方嘘ちゃうか。うん、いや、うん、ある。だから多分やけど、なんかあの勝手に勝手にあの、そう、先行して、ちゃ勝手に先行して、なんかあの朝に晩になるんじゃないかなみたいな話題が出てて、でそれにあの中村とか俺とかがただ乗っかってるという、うん、状況。うん、そう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 、でそうそう、裸映り込んでしまったがために、あの実は小町くん朝なったら晩になってるんじゃないみたいな噂が今立っているっていう、そういう状況よね。うん、そう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 はい、うん、せやな、ちょっと考えなあかんな。ただ良くも悪くも、もうマチャリングもそろそろ飽きてきたやろ、見てる方、うん、俺の枠ならまだしも、マーシャの枠を膨らまさなあかんってなったら、ちょいと極端なこと入れなあかんな。うん、そうそうそう、なあ、もう俺も正直やってて思んないなと思ってたもん、ぶっちゃけ今日ぐらい。うん、まあ、ただあれやん、あの何、その前々日にさ、マチャさんとかのおかげでさ、神会になったからさ、ちょっと出演料がてらなんかはしたらな、悪いな思ったからさ、炊飯器捨てに行ったりとかいろいろしたけど、もう実際もう別にもう、うん、もう1ヶ月後でいいかなって、マチャリングは、うん、だから今なんかその相沢さんのリスワン阻止にあたって、なんか今マチャさんが候補者として名前上がってるけど、なんやろうな、ちゃう人の方がいいんちゃうかなって思ってるっすけどね、言うたら新規踏みやすいところ。うん、あ、うん、炊飯器捨ててきた、炊飯器で玉川渡る企画で、うん、購入したけど、ちょっといらんから粗大ごみとして捨てさせてもらった。いや、それやねん、うん、それやねん、96、それなんだよ、うん、うん、まあ使えんことはないかもせえへんけど、うん、あ、あつしさんが行く、まちゃんの家、それやったら行けんちゃう。そうやな、相沢の今月はとりあえず絶対取らさん、うん、もうほんまお金使ってでも寅さん、うん、うん、今月は絶対寅さん、うん、今日せやな、レディースレデーやねん、そう、今のうちにチェケラしとくか、絶対寅さんからな、うん、抗ってみろ、相沢、逆に、なんやろ、俺にざまって言ってくれ、うん、じゃあね、いっぱい食べる人さ、あの、子持ちらしくて、この1万なんぼ、あ、え、これあれやん、鉄道映してる人ちゃうの、1位の人また剥奪なるわ、うん、く
くるみもなんか弱いことしてるしな。くるみ俺と同じ体勢やん。え、なんでそんな阻止するんですか。いや、ぶっちゃけあれやね、あの、別に俺は どうでもええねん別に。ただ世論が、うん、もう愛沢に絶対取らすなになるから、俺は世論の意見を汲み取って、うん、この間アンケート取ったらさ、9割取らすなやったが、9割やで9割が取らすなやったから、うん、そうそうそう。あ、匿名さんどう？無理。匿名さんリスマン取ってる？え、1万円、うん、だから別にそんなお金とかじゃないねんな、配信者の人がリスワン取んのって。うん、いや1時間じゃちょっとしんどいかも。2時間回してもらわなあかんと思う、多分。うん、おゆきさんはあかん。ギャザリング以外で合計閲覧多かった見たことない。無理、多分新規踏むんしんどいと思う。無理やと待たす。あ、そう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 、あいつも別にその1万欲しくて取りに行ってるんじゃないやろ、多分、うん、でもあいつそのリスワン取りたいからって言ってさ、あっちゃこっちゃの枠に迷惑かけて取りにかかるあの姿勢キモいけどな、うん、うん、あれキモいけどな。せやな、今日夕方からな焼肉っつってたしな。自分も嫌われ者…いや行く？ペガコさん行くか。ペガコさん行く？どうする？うん、ペガコさん行く？いかん？どうやろ。あ、東京におるかどうかもわからん。ペガコさん行っちゃう？おはようございます、山田さん、素敵なハッピー用意し、あ、うん、そうそう、用意してもらってる。いや、ペコ子さん今からぶん回したら余裕やろ、多分。ぶん回したらやけど。どうする、ペガさん。でもしんどいで、今から。あ、リキさん 2×5 は 11.36 パン OK、 いいよリキさん、いいよ、うまい。うん、その2個は世界を平和にする。うん、そのためにやったら動くよ、別に。うん、分回さなあかん。最低多分15時間、16時間4完走、うん、いける。 しんどいけどさ、無理やな、 お子ちゃんおるからな。今から16時間。え、3位になったん俺、嘘、ほんま？4位やん、嘘やん。あ、そうか、ペガさんちがつくか、難しいな。あ、そうか、分回すの無理か。そうか、あられちゃん大阪におったら取らす、いけんのにな。あ、あられちゃんやったらいけんのにな、マジで。俺が横おらんな、多分成立せえへん。うん、うん、せやな、あかんな。うん、分回せて、別にそんな知名度なくていいと思う、分回せるかどうかや、うん、もう横にずっと俺おった絵だけやん、見たら、うん、しおらしいことして、うん、あー、理想の3位になってるってことか。うえほ、だす、ラジオ配信者はダメ、うん、動画じゃないとダメ、多分無理やと。他に誰おるかな。いや、ペカコさんぐらい知名度あったらいいけど、うん、ミーコ行くやつ16時間放送回せるかな、一回聞いてみる。で、俺とでもミーコおったらさ、あれ嫉妬する人出てくるんちゃう、また、うん、ガチ恋勢発狂ちゃん、いける、大丈夫、ガチ恋。あ、ちなみに殴られみいこ T シャツも眉 T シャツも両方持ってきてる。ともちゃんはあの こよくんのこと好きやから無理。うん、うん、みいこで行く。くるみはな、俺と同じ体勢で逆バージョンやから無理。みいこで行く。え、でもな、
ゆめきは多分何やっても無理。うん、ゆめきはもう無理じゃ、うん、再起不能や。ゆっこも16時間は無理じゃ。リリーさんもう撮ったやん。みーこ電話してみる。うん、待って、みーこ電話してみようか。朝7時に起きてるかあいつ。うん、じゃあゆめきはちょっとめめしいとこあるけど女ではないわな。うん、今日レディースデーやからな。みーこ行く。ちょっと待って、みーこやったら別にええか。いや、放送でもぶん回せれんのかな。あ、そうか、仕事決まったとか言ってたよな。そうやな、まゆちゃんの敵やからな。でも、もうなんか直で横折れるパターンってみーこぐらいしか出てけんねんけどな。あと誰おる、東京の人。まあ、神奈川でもいいけど。タイトル、本じゃこんなクソみたいなタイトルにせんとさ。分かった。これでいいか。うん、リスワン取りたい女子集まれ。うん、うん、そうそうそう、そうしよう。いや、もう番終わった。うん、終わった。番じゃなかった。ぐらいでもありがとうございます。ゴキブリ以外ね。うん。おお、まあ自分のことじゃないからな。だから、あいつは入れてないやん。うん。ヨシエ、ヨシエさんもう撮ってんちゃうの。うん。リンちゃん。いや、リンちゃん、ぶん回さへんやろ、多分。リンちゃんとこだって子供おるからな。ペガさんも今おってんけど、ぶん回されへんねんて。え、じゃあ、くるみ行く？くるみ、ちょっと電話出ろ、お前。うん。ちょっと待って、くるみかけるわ。くるみ。一回かけるわ、くるみ。なあ、何やんかな、配信つけてくれたらいっちゃん早いねんけどな。出るかな？くるみ電話出えへん、うん、切られた。おお、切られたわ電話。うん、電話切られた。うん、切られた。バン。うん、え、配信中の端末。ちゃリスワンの話やから。うん、ダメや、非協力的。はい、おはよう。ゴゴパオン、ゴシゴシゴシ、オッケー。ユッコかけてみる。ちょっと待ってな、ユッコの画像出されへんねん、あいつ。俺に胸送ってきたから。ユッコどこや。ユッコ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 ってどれやったっけ。ユッコ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 どれやったっけ。ユッコ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 、どれがゆっこか分からへんか。あ、ゆっここれか。うん、ちょっとゆっこ電話するわ。きっしょいわ、ほんま。胸送ってくんなよな。ゆっこ配信してる。里綾弱い。もしもし？え、ゆっこって今日さ、一日中放送回せる。一日中？うん。あ、電車の中ツイキャスでいいんだったら回せるよ。え、今日なんで電車乗るん？大阪行くから。あー、そういうことか、大阪行くんか。そうそうそう。あ、アムチンに会いに。そうそう、行ったらずっと回せるけど。あー、ちょっと今日なんかあるの？いや、今日ちょっとさ、相沢浩輝っていうさ、うん、性格悪い人おるやん、はいはい、あの人がさ、あの、うん、リスワン狙いにかかったらさ、リスワンね、はいはいはい、ゆっこが何とかして沸かしてさ、そうやりたいって思ってる。私思ってる。
思ってるよ。いつも抜かされてるから。ああそれやったらまあちょっともう競ってたら俺頑張るから。それで私翔くんが昨日リスワン取ったから、うん、カレンダー翔くんの隣に乗りたいの。今日レディースデーだから。理由気持ち悪い。それいらん。いやほんであの何あの言ってきて、その時競ってたらもう流すからバーって。ただその代わり、その代わりブロックの解除だけ頼むわ。今オールしました、しました。オール昨日。オールしてんな。オッケーオッケーオッケー、分かった。その覚悟は分かった、うん、受けたままった、はい、じゃあ頑張ってな。お願いいたします。頑張ってな。ありがとうございます、うん、あいい、そんな金銭取ってファンタ、うん、はい、うん、ファンタ、うん、ファンタ、はい、うん、ほなね、うん、ただね、うん、あいよ、はい、うん、あブロック解除したって NG さんしてんて、うんうん、よしよしよし。理由めっちゃキモかったけどな。何言ってんのほんま。それいらんねん。翔くんの隣に並びたいからって。それいらんねん、うんうん、でもな、ただべちゃんは、あ食べたちゃんはさ、あの12時に切らへんねんってやっぱり。はい、無料やでもありがとうございます。な食べたちゃんがなパッてつけてな12時に切ってくれたらええねんけどな。無理やね、切らへんねんて。あいいよいいよ NG さん、うん、かまへん。いやしろん、またっていつから変わったか分からへんそれは、うん、まあええやん。あいつやったゆっこの方がいいわ。俺ファンタもらってるしさ。あ、食べたちゃんお願いしたら切ってくれる？うん。食べたちゃんって何時から配信つくの？うん。食べたちゃんは何時から配信つくの？うん。食べたちゃん何時から配信つくんや？じゃあそれ前の座席表やから多分。寝てか10時からやったらちょっとしんどいんちゃうか。22時とか9時からやったら相沢が起きて分回されててそこそこの閲覧になってもう出たらさ、ああしんどいかも。ああでゆっこも移動あるから、うん、せやないしんどいかも。ちょっと待って、やっぱ殴られみーこも言っとくか。うん、もう一回リスワン見るわ。ペガさんもぶん回されへんねんて、うん、ペガさんもぶん回されへんねんて、うん、弱いね。リスワン今見るわ。枠踏んで、いや部長山田からって言って枠踏むべき、うん、コメント残しとく方が確定やな。うん、みんなよ、あかんな。あかんな。うん。あかんわ。ダメや。ダメじゃ。今日やばいな。ほんまにやばいな。うん。2、2、5、いきなりポットつけたってリスワン取られへん。無理無理。そんな甘ないて。いや例えば222号に部長山田の暴露しますとかいうタイトルでやらしても多分リスワンまではせられへんと思う、うん、いやーアイボールさんじゃちょっとしんどそう、うん、普段のアベレージ30人から70人ぐらいまでやろう。無理やろ。5位のペヤング、5位ペヤング食ってるコーンのちょっと見に行くね。5位の人放送分回すんこの人。配信回せるって言ってんの。ほんまに配信回せるって言ってる。ペヤングラリちゃんずっと回せる。あ、いや別に遠隔でも行けたらええやん。
待って、フォロワーの数見るわ。いやー、ちょっとしんどいんちゃうか。ちょっとゆっこやる気になってる。よし、ゆっこや。え、ゆっこ今放送ついてんの？ゆっこ今、ゆっこブロック解除したらしいから、言うてる。え、ほんじゃちょっとゆっこさんの枠行ってきてあげてくれへん、部長山田からって言って。ありがとう、アルバイト部隊の皆さん、部長山田から、部長山田から、部長山田からって。え、だからそんなのさ、店員さんに聞けばわかんないかな。無理かな、公園ですわ。言いける人は言ってあげたらどうすか。でもゆっこって今つけたとこなんちゃう、今思ったけど。なんか相沢さんと相撲取ってもいいと思いますって、わけのわからんこと言うて、それやったらお前あれやろ、向こうの方がおなってまうやろ。うん、まあ、あ、おはようミータ。多分無理や、多分無理や。うん、まマスク取ります。いや無理やろ、15分じゃ無理やわ。2時間ぐらいやってくれな、かくらへんわ。ああ、ありがとうございますミニタ。15分ぐらいやってくれな、無理やわ。友って人が昨日リスワン撮りたいねって。あ、またお願いしますミータンさん、お願いします、投げに来てください。いや225暇っていう決めつけえぐいな。いやもうマチャで行くか。マチャで行くか。マチャの枠で俺おったら、まあ300人は嫌いやろうけど、スタートが遅いやろ多分、この時間まで俺が放送してたら。なんかはやらなあかんくなんで、多分なんか極端なこと。またマチャリング、またマチャリングか。マチャリングする。いや今日今スタートやろ言うたら、一人一回です、うん、一アカウント一回なんで、別に今からのカウントやときつい。いや225なんて、だって別に配信者ちゃうのに撮らしてもしゃあないやん、うん、撮ったとこでやろ。ゆっこ今からやねん、夜中やっててくれて、またいで持ち越し分あったらな、望み今日やねんけどな、今からやからな、うん、朝で一回踏みに行ったらいいだけ。ちょっとそうそう、間に取らせへんだけやから、うん、あ、そう、前日分の持ち越しやろこれ多分。
多分ちゃうの、せやろ、平沢さん、うん、4178 パニー、パニワちゃんとかでもいけそうやけどな、せやな、他かな、他がすっからかんやな、いや1位の人あれやろ、どうせ鉄道枠やからまた剥奪なるやろ、また剥奪なるわ、まあモンジョリにお願いする、もう枠やってんちゃうのモンジョリって。いやでもな、またそんな鳩飛ばしたブーブー言われるからな、なんかどことなく山田に電話してくる流れみたいな作られへん、向こうでモンジョリ枠でどことなく、でその時に向こうから電話あったらちょっと一つお願いがみたいな、ちょっと分かってんねんけど、こっちからガチャガチャ言っていったらまた柴田がぐちゃぐちゃ言ってくるから、もう嫌やねん。いやいや、いいよいいよ、別にそのご褒美とかで、あ、おはよう、 1×5 は8パン OK、 いいよ、あの人かわいい、おはよう、素敵な朝だね、5倍素敵な朝だね、2位の人あかんねん、時間がな、10時過ぎからとかしかできひんねん。そうそう、今日そう、いとしごの誕生日やがどうせ無理やわ、いさ無理やわ、無理無理、くるみ電話出えへんもん、今かけても金もあいつ、頼みようないや、中村入れるか、そうしたら横のつながりっていうんやったら中村にもお願いする、中村にも、中村隆で行くか、で俺一人で気張ろうとせんとさ、中村&隆で、くるみだって電話取らへんのに意思疎通図られへんや、いや無理じゃないよ、ひどんなさんは女子なんかカテゴリー、あの人男子で登録してるんじゃなかったっけいやまあマチャで行くか、マチャで行く、まあせやな、そうそう、あ、ひーちゃん、いや、ひどんなさんもな、2回ほどそれあったから、もうマチャで行く、じゃあアビスケがパンタくれたらそうするか、はい、おはよう、パンオッケー、50個、2位の人、おはよう、分かった、じゃあアビスケがパンタくれたらなんでやねん、いや、ちゃうん、だって好きな配信者は全力で押しますって書いてんねんからさ、まあまあちょっとゆっこも様子見つつでいいんちゃう言うたら、ゆっこも様子見つ、 NG184、 184、そうです、あの監視勢の皆さん、今日はあのもう可能やったら相沢さんのことブロック入れといてください、可能やったら、監視勢の皆さんは、まあ、まず相沢浩輝さんをブロック入れるとこから始めてもらっていいですか言うたら、今日だけでいいから、今日ちょっと一日辛抱してブロック入れて、いける、今放送してない時間帯に相田さんもブワーブロック入れていって、みんなはとりあえずなるべくチクランとかから見るようにしてください、監視台の皆さんは、
10人ぐらいはブロック入れたかな。もうブロックしてる、うん、可能な方はみんなブロックしていってくださいもう、うん、そうそう、ほんで見るときはチクランで、はい、見るようにして、はい、そうそうそう、はい、ブルーアイテムありがとうございます。あ、え、相澤さん、え、ふえ、ほ、もう勝手に消えていきそうやけどな、ほっといても。いや、ちゃちゃちゃ、世論がそう動いてくれって言ってるだけで、別に俺は誰がリスワン取ったってええねん。サメイちゃん、ありがとう。パオン、ありがとう、うん、あ、チクランで、あの Google で検索かけてもらったら、あのそのアプリケーションに入らなくても閲覧できるというウェブサイトのまとめサイトみたいなのがあるんですよ。そこから見えるんですよ。山田さん、あ、せやで、フェアじゃないで、ヒコポン、うん、こんなとこフェアなんかないで、言うたら不毛な世界やで、ヒコポン、うん、平等な世界でやってないね。そんなん一般社会だってそうやん。はい、パンは出す、うん、そうやで、イコポン、うん、しかもフェアにやらなあかんなんていうルールもないし、言うたらで、俺だってな、あの嫌われ者スタートやったから、リズワン取る時ずっといろんな人に阻止され続けてきた中、取り続けてきてるから、うんうんうん、ありとあらゆる手を取って使って取り続けてきたから、うん、そうやで、うん、あ、そうやで、レモンちゃん、うん、山田には取らすなって言ってな、うん、そうやで、それこそさ、うん、今でこそ仲良しの誠司さんとかだってさ、うん、山田には取らすなって言って、うん、で養分とかだってそうやし、うん、みんな通る道やから。はい、バオン、あざす、オッケー、サメイちゃんありがとう。山田くんの声では寝れないの？え、エンディングの、え、全部日本語バージョンやで、うん、ずっとエンディングも何もかも、うん、だからそのぐらいの運動を超えていけ、相沢は、うん、リスワンを口にするんやったら、若者ええねんから、若者何やってでもな、それを上回る勢いで若者絵だけやねんから、うん、な、うん、あ、おはようございます、うん、え、来てもないと思う、毛細いからやろ、俺って別に、俺ハゲてるって言われたことないで、別に、そうや、それを乗り越えて人気になれ、うん、おはよう、ヒコポンはな、多分な、山田も相沢も両方好きやから複雑な気持ちやろうけど、うん、ヒコポンはな、うん、いろいろ思うところあるやろうけどな、うん、あ、うん、寝てないよ。せやな、まずなんでそうそうそう世論が、うん、取ってほしくないと思ってるかっていう、そこがな、言うたら、あ、やらかしてない。なんか、あの、リスワン、え、だからその日一番合計閲覧積んだ人がリスワンやねん。わかる？あの、何？このアベレージじゃなくて、この合計閲覧。新規で合計閲覧一番取った人がリスワン。昨日銀行振り込んだ分申告するって間違ってるか。それ誰が言ってたん？そんなこと。やめろって、それ全然話変わってくるから、それやめて、168。そう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 、新規ってあれやで、フォロワーさんも含めやで、言うたら、うん、その日の一日な、言うたら、うん、いや、ティアもやろ、うん、なあ、アツシさん、ほんまにアツシさんも小よくん並みに消えるよな、うんうん、なあ、バーってやってダーって消えて、であれまたパンってついて、ちょっとギャーやってまた消えてみたいな、多いな、淳さんな、
中村が山田会は役中しかいないって言ってます。うん、まあ俺以外が役中な分には問題ないんで、オッケー。うん、オッケーよ中村。うん、でも山田会で一人出世した人おるからな。うん、ワンライブ行ってな。うん、かきたつバズったからな。小夜くんどうなったんやろか、色恋失敗か。いやー、そんなんではないと思うけどな。そうやんな、謎よな、あつしさんな、うん、昨日寝ちゃって何かありましたか。そんな大したことない、言うたら、うん、そんななんか極端なことは起こってないよ、うん、あ、無限さんに、あ、ダルビッシュ T おはよう、ゴゴパーン、ゴスゴスゴス、オッケー、ダルビッシュナイス、オッケー、うん、妬みだよ、うん、高間水増しちゃうから、なんで高間水増し言われてんの。どこが水増しやねん、水増してへんよ言うたら。高間はな、あ、その時その時にアンチ煽るから、まあ、割と監視勢ついてると思うで言うたら、うん、あ、ひがみやな、ごめん間違えた。うん、確かに配信する勇気がないってな、あ、もったいないよな、せっかくな、うん、あの誠司さんの寵愛を受けて一気にプラプラまで行ったのにさ、うん、あんなん最高やで。うん、ハメちゃんちょっと淳君に連絡してみてあげたら、言うたら、うん、せやな、今日もあいざ、あの新沢さんおめでとうのタイトルつけれるかな、うん、いや、できたら三井沢さんで行ってほしいねんけどな。なねあかん、今日愛子さんとあれお食事やから、ふわつけられへん。次は一応アム君やってんけど、山田会やめたとかやめてへんとか言ってるから、もういらんのちゃう、ポスト、うん、もう柿立つに譲る、うん、はい、無料アイテムあれです。就職するなら配信やめてもいいと思う。ああ、せやな。あ、小夜くんがってこと？あつしさんがってこと？小夜くんはもう就職せえへんやろ、絶対。あつしさんが労働すんやったら、あれかもしれん。え、でもな、めっちゃ勝手にやけどな。むちゃくちゃ勝手にやで。むちゃくちゃ勝手にな。俺、あつしさんのマンスリーポイントと、申告した場合、来る税金と、ほんで、もともとあった借金の支払いとかをな、勝手に頭で弾いてんけど、あと1年プラプラでおらんかったら、今度税金で積むで、多分、厚さん。うん。まあ別に人のことやからいいけど。うん。勝手に、あの、資産を出してみてんけど、厚さん、あと1年プラプラでおらん、おって、初めて多分ペイできるぐらいやと思う。あー、ダルビッシュ T さん、バーン、アナス、オッケー。そう、新沢さん。はい、30枚パン OK よ。うん、うん、ちなみにやけど、あ、回転やったらもうアム君若頭でいい、うん、そのままでいい、うん、そうそうそう、か、勝手にやけどな、勝手にやけどな。ちょ、もともとあれやん、借金ありました、スタートで、スタートやったやん、確か淳さんって、去年ぐらいか言うて、ほんでその借金の額と稼いでる額と翌年に申告ちゃんとしてたら来る分の税金、うん、で考えたらあと多分1年プラプラでおらんかったら、あのプラテンせえへんで、うん、普通に会社員になったら後から追ってくる税金で積むって考えたら多分配信やった方がいいと思う。で日々の何、あの生活のお金とかもいるやろうし、そらな、うん、まあいらんおせっかいやろうけど、うん、2位のねるちゃん21時半から配信だって。ああ、ほんじゃねるちゃんもいけるかな、言うたら、うん、あ、誰か大切な人いるってこと。大切な人おるんやったら余計しっかりせんと、サメちゃん、うん、大切な人がいるんやったらこそ余計しっかりせなあかんで、うん、いや、ごめん、何してるか知らん、うん、
やーなんかさ、あの精神論な部分もあるけどね、やっぱりある程度さ、しっかりした生活基盤みたいなあった上でじゃないと人って守られへんからな、うん、人のこと守るのにやっぱお金もいんねん、うん、ムカつくけど、うん、俺そういうの嫌いやからさ、あれやねんけど、うん、人のこと守るのにな、ある程度お金もいんねん。え、俺なんか変なこと言ってる？間違ってる？気持ちじゃどうにもならへん部分はあるからな、やっぱり知恵あろうが体力あろうが、うん、最終的にやっぱりな、うん、ちょっとはな、あのお金なかったら人のこと守られへんね、うん。まあ俺別に人のこと守らへんタイプやからどうでもいいけど、せやね、なんやったら自分のことも守られへんからな、うん、まあ、ムカつくけど、うん、ムカつくけど、うん、俺はなんかその世の中お金じゃないと思いたいタイプやからな、うん、ムカつくねんけどやっぱりなお金いんねん、うん、でな、もっと言うとな、リスナーさんのこと守るのもお金な、ちょっとはお金なかったらあかんねん、うん、あの面白い放送するのにもな、あのさ、お金ないからお金くださいだけやったら誰も投げへんやろ言うたら、うん、ちょっとはお金使っておもろいこと見せなあかんねん、嫌やけどな、なんかお金に支配されるの嫌やけどな。あ、おはよう月読めパイセン。嫌やねんけどな、ほんまな、生活保護でも人守れたらええねんけど無理やねん俺がなんかポジションみたいなのしかおらんおう、まあ正解やな、うん、中村正解、うん、はい、村井でもありがとうございます。でもまあそうやって中村がさ広めてくれて、山田会というものをな、ちょっとでも関心引いてな、まだ日の目浴びてない山田会の人がさ、ちょっとでも関心も持たれたらいいんちゃうか、うん、まああって半分あってて半分間違ってる、うん、ライブ配信の文化はいや無理やな、続かんと思うこれ、うん、無理、うん、テリストってめっちゃ楽な体勢、いやいいよな、ほんまな、顔を出さんとな、うん、家で首から下映してるだけであんだけバカすかアイテム飛んだら、うん、それはあれちゃうか、配信外で並々ならぬ苦労してると思うで、努力してると思うで、見えてへんところで、うん、まあ、色管理とか、例えばあの何やろ、リスナーさんの管理、うん、いやいや見えてへんところで絶対努力してると思う多分、うん、あれも多分一つのやり方やと思う、言うたら、うん、あの多分しっかり接待してるところあると思うで絶対、うん、はるこちゃん TikTok やったらな、あれかもしれんけど、まあ、絶対にしてるとはよう言い切らへんけど、ただ何その一応訴え出てきてる人は一人おるからな、まあ、まあ多少はしてるんちゃう、知らんけど、別にその色恋あかんくないからな、ここ別に、あ、うん、それは別に規約上問題ないらしいから、うん、だから配信外で多分結構あれ時間使ってると思うで、イキリストって、うん、どうやろうな、分からん、私も2回されましたよ、いいけど俺のは色恋じゃないらしいでよ、うん、あれやろ、あの引きこもりの件やろ、言うたらあれ色恋じゃないらしい、うん、みんなに公開型やからさ、あれは色恋じゃないらしい、うん、いや俺は色恋やと思ってたけど、うん、ちゃうらしい、ファンサービスらしい、うん、まあどっちでもいいけど、え、そう？ほんまに？いや、どうやろうな、配信者って結構特殊やからな、うん、特殊やからな、まあそら、それ、まあそういう、そのタイプもおるけど、全く真逆のタイプもおると思うで、249、あの、あまりにも社会性を逸脱してて、あの、なんかあの、それが面白いのタイプもおるからな、
ああ色恋それと224。でも俺別にそういうタレコミ聞いたからって言って、あの別に俺暴露系じゃないからな別に、うん、まあしてて当たり前じゃないかなと思ってるけどな、うん、言うていける人はラジオ雑談でも聞いてられるぐらいのトーク力、ああほらそういうのもあるらしい、知らんけど、うん、プライベートで話してたら、で、え、でも俺あれやで197号、まあ多分やり取り全部晒されてたからさ、あの、まあ、今更感はあるけど、俺課金すんなって言ってたからな、ずっと、うん、もういいですよ、もういいですよって、うんうん、色恋やったらさ、あれちゃうの、なんかその課金してくれの方なんじゃない、分からんけど、うん、なんかその高度にさあ、あの分からんようにお願いしてて初めてあの色恋課金なんじゃない、と全くないからな俺、うん、あの裏でなんかあのその課金の要求とか金銭の要求は一切せえへんって決めてるから、うんうん、ただしてもらったことにはありがとうはあるで、うん、それはあるけど、それ絶対やらんって決めてる、もうここでしか絶対課金を要求せえへんっていう、うん、ここではあのこじきしまくるけど、うん、裏はもう絶対やらんって決めてるから、うん、あそれはあれやで、規約がどうのこうのじゃなくてポリシー的な、うん、うん、ポリシー、ここで勝負したよね、うん、ここだけで、いいこと言ってか気にさせる、あいいこと言って抱くとか色恋、ああ違う、ああな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 あ、おニュー、そうそうそう、しかも俺まず会ってもないし言うたら、ポルさん怒ってる話、いやごめん、あなんかあれやろ、ポルさんの枠でなんか弓切ってちゃんと誰かと誰かがトラブってるっていう話は聞いた、うん、本当楽しいで、うん、楽しい、マイルール、あそうそう、うん、それはせえへん俺、え知らん、なんかあれやろ、なんか弓木ちゃん、ポルさん、あと誰やったっけ、なんかトラブってるって、鳩は飛んできてた、うん、うん、なんか鳩飛んできてたけど、別に直接俺のとこに何も来てないから、うん、しかもポルさんあれやで、なんか2日前ぐらい来てたで、え、すごい、切れへん切れへん、俺切れたことない一回も、あ、弓めちゃめちゃ揉めてたよ、ポルさんと弓吉と、あ、青社長全然来てくれへんくなったな、そういえば、うん、めっちゃ揉めててんや、お、まあ別に何、別に山田会の人でもないし、別にまあ揉めててもな、うん、いやイラついてる時もイラついてる風やけどな別にうん、エンタメやからな。昨日のパニーさんは別に特になんもなかった。あ、ただなんかな、連絡先は教えてもらってアポ取ってみたいな。いつまで町田おるん、リアトツ、あ今日リアトツ2人来たけどな、249、うん、ちょっと俺の場合なんかいつでも別にトツ OK やから、さんとユミキチと222とサメ、いや揉めてない、サメちゃんは揉めてないよ絶対、うん、サメちゃん揉めてたら守るよ俺、うん、サメちゃんは、うん、なあサメ揉めてないやんな、サメおるやん、うん、でユミキチと222はまず揉めへんやろ多分、うん、わかりません、一回聞いてみる、それポルさんがサメイの暴露したんだよ、サメイちゃんの暴露って何、サメイはタッチバックが好きですの話か、どれ、弓吉と222も揉めてた、もうちょよう分からへんな、一回電話してみるか、知ってそうやから222にまず聞いてみる、一回この時間起きてるかどうか分からん、あーキミ君おはようございます、パオン、
ブさんがサミーとネティエと、もうちょっと分からんから、うん、なあサメイなあパオサメイが電話出るか今そしたら、うん、よう分からへんなんか、うん、俺中立なんでただ聞くだけやけど、うん、みんなで揉めてた。あ出ない、分かった。じゃあ22号に聞いてみるか一回、なんか揉めてんのっつって、まなみさんに一回聞いてみるか、出るか知らんけど出るかな。さすがにこの時間は寝てるか。速報な、え、なんか、はい、鳩がやっぱ飛んできてて、ちょっと待って、うん、待って、なんかな、揉めてんの誰か。どういうこと。知らん、なんか弓吉とか222号とかサメイとか、あと誰、青さんとか、なんか分からんけども。あー、はいはいはい。あー、なんか心当たりある。いや、まだには揉めてないよ。うん、だ誰と誰がどう揉めてんの、ざっくりでいいから。なんか、うん、詳しくは、うん、ちょっとあれやけど、うん、ざっくりでいいよ別に。なんか、そう、なんかひろみきちゃんとポルさんが、うん、ちょっとバチバチみたいな感じな。おー、そんなんなってんねや、うん、うん、それなんで。で、なんか、うん、いや、あ、サミーちゃん大丈夫な、ダルビッシュな。今、配信中やんな。当たり前やんけ。配信以外でお前なんで書けんねん。そうやねんけど。おこがましいねん。いや、ごめん。それじゃなくて。あともう一個な。あのさ、ババリンのステッカーもらってきてとか、もうやめてな。うん、もらってきてよ。ちゃあ、お前だけ特別じゃないから。うん。でも別にみんなのそうやってあげたらいいやん。じゃあ、でもなんか、その、お前が、俺にババリンのステッカーもらってきてはおかしいやろ。いいやん別に。じゃあいいねんけど、それやったら、うん、あのなんかその課金にも落とし込んでいただけると。あ、そうだから、うん、するって言ったやん。じゃあでもそれは俺裏ではやらんやん、わかる意味。あ、そうやけど、うん、それは俺うんって言われへんねん。うん、だから何も別に言わん。じゃあだからそれやったらここでな、なんかバーンアイテム投げてバファリンのステッカーもらってきてる。うん、じゃあだから、ね、今できひんやったら今言うてこんでいいやん、それ。だって4月にならなさなげられへんのに30日なんやろ。いやでも別にペイペイとかやったらいけるとか、みんななんか教えてくれてたで。いや、なんかペイペイでもなんかそのなんか違うらしいで。ああ、そうなん。なんかその銀行から落としてるお金と、うんうん、なんかチャージしたお金やとなんかちょっと違うみたいな。ああ、そうなん。まあ俺その辺のことはようわからんけど、うん、それはまあ裏で言ってこんといてよ。なんかそのアイテムで俺のこと釣ってバファリンのステッカーもらってこいって言われてもそう、俺うんって言われへんから。うん、それは。じゃあ、うん、今言うからもらってきて。うん、ちょっと今言うからとかじゃなくて、うん、頼むね。で、そのリア凸使いじゃないのに、みんな。ほんで、それの、その話で電話してんの、うん、今。あ、ちゃ、まあ、いいわ。それやめてねっていう。うん、そう。うん、裏で、うん、裏で、アイテムで釣って、俺をラジコンにするな。うん。別にラジコンじゃないよ。うん。まあ、いいけど、うん。まあ、今言ったから。あ、ほんで、何を揉めてんの、ほんで。で、それで電話してきたってこと。ああ、そう、何で揉めてるのか、なんか結構今その話題になってるから。ああ、なるほどね。うん。なんか、うん。うん、ポルさんが、なんかその、ゆみきちゃんから相談受けてて、何かの。それってもしかして、あ、まだあの件か。やめて。やっぱりな。やめて。うん、まあでも、その、うん。あの件とか言うのやめてな。分かった。もうどの件か分かってるわ、言うたらな。はいはい。まあ山田は分かってると思うんですけど、はいはい、まあなんかそのいろんな相談をしてたみたいで、うん、でそれの、うん、それ相談してたけど、うん、今にみきっちゃんがその、うん、まあそのさっきも名前どっかの枠で、うん、そのアイテムを投げてるみたいなをポルさんがなんか暴露してて、なんか、ああ、ほんじゃあれか、相談受けてるポルさんからしたら、おい、なんかその金銭的に切羽詰まってんちゃうんかよってなったってことでいいか。お前そこまでは言ってないけど、言ってないけど、まあ、うん、うん、
それ立ち回りおかしないかってことか。まあ立ち回りとか、そうだからそのなんか多分その陰で言った言わない問題みたいな、その相談以外もなんかいろいろ多分あったと思うね。ああ、じゃあだから要は立ち回りおかしないかってことでいいな。まあそんな感じ。うん、それは筋道を重んじるポルさんからしたら、うん、まあ、ちょっとやってることおかしいぞって普通に言うわな。まあ真弓はどっちも好きやから、うん、まあどっちがどうとかあんまりあれやけど、うん、まあなんとなくでも全貌はざっくり分かった気するからええわ。うん、まあそんな感じ。うん、え、ほんでそのさ、例のでかい問題はまだ解決してないの結局これ。じゃあお前目線でいいよ別に。解決してないの、あの超どでかい、あのなんか途中までは聞いててんけど、うん、伝わってる NG さん、うん、なんか途中からはなんかそのマネミにも言ったらあかんっていうのを、うん、まあその誰かに言われてたらしくて、そっからは聞いてないね。ああ、でも多分、うん、マネミ的にはまだその解決はしてないと思う。ああ、そうなんや。だから多分こうやってあの配信で言われたくないんやと思うで、多分。ああね、じゃあ騒ぎになるようなことをせんかったらいいのに。みんな、みんなってどういうこと？いやいや分からんけど、なんかあっちに相談こっちに相談、まあ、話されたくないのに、まあ、配信界隈の人にあと話しすぎがあるよな言うたら。あ、だから それでポルさんも怒ってた。なんかやっぱそうやんな。うん、そうそう、だからどっから言ったらなんていう、うん、漏れるか分からへんやん。ああ、もうここでもうここでコメント来てるわ。やっぱ家賃払えないなってんねんな。だって俺の枠でも匂わせしてたもん、うん、私生きてる価値ないんですかねみたいな。え、誰が？ゆみきっちゃん本人。女の子の？ゆみきっちゃん本人。あ、そうなんや。うん、なんか匂わせるようなコメントあったから、まあまあ多分どうせその件なん分かってたから深掘りせんかってんけど、もう。あ、なるほど。うん、まあだから なぜその辺でその、うん、ポルさんは、うん、相談聞いてて、うん、やけど、まあ今そんな状態で。しかもあれやろ、配信外で長時間やろ、どうせ。その辺は知らんよ、知らんけど。いや、絶対そうやろ。うん、まあじゃなかったら怒らんやろ。いや、まあそれと、だからポルさんは、うん、なんかその、俺に相談してきたわけやん、みたいな。うん、だから、もうその周りに、その、いろんな人にはもういいなやって。言われててんな。そう、言われてたけど、多分、言っちゃってたのか分からへんけど、それでポルさんが、うん、いやいやいやみたいな、うん、そんな言われたくないようなことを、うん、何に喋ってんねんみたいな多分感じで。いやー、もうでもあれじゃ、1回目一番最初に俺んとこに垂れ込み来たやん言うたら、それな。うん、うん、で結果何も動かずに、なんかなーだーで泣き寝入りみたいな状態やったやん言うたら、ざっくりやけど。そっからは動いてるで。そこから動いてんの？動いてるっていうのは？弁護士入れたりやとか、刑事事件にしたりやとか、ちゃんとその表面的に多分動いてるっていうのをまるみは最後は聞いたけど、うん、でもそこからがどうなったかわかんない。結局警察が扱ってくれるのかとか、ああそうね NG さん、ああになったのかとか。じゃあ初動が遅すぎるわ言うたら。うん、それはまだ言われてしまうけど、うん、まあでもまあそんな感じで、まあなんかちょっとごたごたいざこざがあったみたいで。でもまだあれやねんな、解決してないし、うん、ぐちゃぐちゃなってんねんな結局。ああそうやな、うん、そうか、そうなんですか。でその党のあの何、まあ容疑者側って言ったらおかしいけどは、なんか動きあんの？いやだから要はじゃあ弓吉さん、弓吉さんが被害者ですと。そこまで言っていいのか。え、だってもう枠でやったやん別に。やった
被害者が誰かっていうのはしてないやん。言ってないやん。言った。もう全然余裕でやった。うん。あ、やった。やってるよ。もう余裕で一回デカデカとやってる。え、名前出して？うん、名前出したよ。余裕で。ただ、あの、被疑者側は名前出してない。一回も。あ、そうなんや。うん。悪い方やんな、悪いっていうか。うん。だってもうやり口がヤクザやもん。怖いやん、なんかあったら。ああ、うん、なるほどね。うん。ほんまにその垂れ込まれたこと全部せいで聞いてたら、うん、もうヤクザやん。うん。まあ、いや、どうか分からんけど。うん、ヤクザ。まあ、周りには関わりたくないもん。うん、俺も関わりたくないもん。だから別に掘らへんけど、この件。うん。まあまあ、うん、まあ何かあったら俺新岡社長の弁護士に泣きつくけどすぐお前、ね、うん、もうすぐ弁護士入れるけど、うん、この件はなもうあまりにも金額もでかいし、うんうん、そんなさ、うん、で全部でだってあれそれさでもさ、うん、マレミから聞くよりゆうきちゃんも2回聞いた方がよくない？でもざっくり400は言ってるやろ。いやいや、だってお前の口から言ったら俺責任逃れれんもん。いや、それや、せっかくすぎやろ。いやいや、いやいや、お前が言ったことにしたいもん。うん。いやいや。いやいやは俺だって、そんな。いや、でも、ゆうきちゃんはなんか、その、大ごとにしてほしくないと思う。いや、でも、どう考えても大ごとやけどな、言うたら。うん。それ、全部ほんまやったら、逮捕者出る話やぞ。うん。プルッチよりやばいで。うん、普通に。うん。どうなったやろな、結局。聞いてよ、本人から。いや、分からん。もう、イミキジ、イキリストに相談行ったらええんちゃう。うん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 。いらんけど。うん。なあ。それはないやろ。ないな、多分。ないけど。うん。ないやろ。うん。全員被弾するな、これな。うん。うん、全員被弾するな、ま、それに関しては、ま、関わりたくないかな、うん、俺も関わりたくない、うん、マジで、うん、まあ、そのボルさんとの件は別にありやけど、うん、俺ほんまマジでこれ林会長にも相談しようかな思ったもん。あまりにもやり口がヤクザやから、うん、お前マジでいやいやいや、もう両サイドのケツ持ちいるやろこれ、うん、弁護士側とその怖い側と。あ、せやな。うん、やろう。うん、そうそうそう。両方いるやろ、言うたら。うん。でも山田さん聞きないから何かされることないやん。まあ、せやな。これ以上掘らんかったら大丈夫か。まあ、でも、恨まれてるかもしれんけどな。どっちに恨まれてんの？いや、どっちにそうやろ。え、でもそんなんさ、俺最初にさ、相談受けてたん俺やん、言うたら、それ。そうや？うん。そう、うん、で俺相談受けたから当事者の方にも話聞いたやん。あ、うん、で放送でできる範囲でギリギリやって、で固有名詞は出してへんねんか、セーフやろ。あ、ホワイトボード行く、久しぶりに。これめっちゃでかいで、この話えぐいで、うん、俺触りたくないもん、もうでかすぎて。うん、そんなもんお前人のクレジットカードで数百万も課金したなんてさ。あ、やめよ。ああマジで最低やな。ああ、言葉のあやで。うん、まあいいや。いや、わざとやろ絶対。いや、わざとじゃないよ。うん。あれ、知らんで、ほんまに。はい、まあこのぐらいにしときましょう。では、はい、はい、すいません、失礼しました。ちゃうで、お前やで、お前やで。ちゃう、鳩が悪い、鳩が悪い。お前やで。いや、マジで嫌やで、ほんまに。うん。最悪や。はい。まあまあ、なんとかしてよ。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。で、これでユミキッちゃんがリスワン取ったらええんちゃう。これでユミキッちゃんがリスワン取ったらいいんじゃない？うん、思ってんけど。うん。すべて話しますとかいうタイトルで。うん。あ、話全然わからん。まあまあ、もう A さん B さんでしか話できへん、これもう。もう嫌やもん、俺こんなん。うん。もうこんなん嫌やもん、もう。
A さん B さんでしか話できません。サメイちゃんは何にも悪くない、サメイは何にも悪くないし、多分ないろんな枠でコメントするから巻き込まれてるだけ、気にせんでいい。あ、そうっすよ、犬さん。でかいです、でかいです。もうこれ何ヶ月前よ、一番最初の話出てきた。むちゃくちゃでかいで。あ、おはよう。いやいや、ポルさんはポルさんで、もう直に相談受けてて、ポルさんとしての多分、動きされてるから、もう俺は変に横やり入れへん。ただ、一番最初に相談受けてて、なあなあなってたっていうのが俺なだけで、うん。もうあとは知らん。うん。うん。タイトルしんどい。ああ、ちゃタイトル、うん、しんどいやろ、野原。あ、野原でもええんちゃん、お前。さあ、台本好きやしさ、お前。うん。平気でさ、妊娠して流産しましたとかいうタイトルで放送する人間のクズやからさ、お前でもええんちゃん、理想なんとる。あかんか。うん。今から、夜12時まで、ずっと配信できる？ああ、そう、いろいろあんね、NG さん、ほんまにもう。野原行くかお前、うん、うん、野原行くかお前、どうする？え、でもお前そんから責任重大やぞ、うん、お前もしさあ、相沢1お前2やったらもう死ぬほど叩かれんで、一人で炎上するだけで男芸とかはしないから。あー、うん、どうやろ、野原行く、野原走るか、今日12時間走る、十何時間、16時間走るか、4カーソ、うん、いや、もっと前、もっと前、99号、うん、A さん B さん問題言うたら、うん、もっと前、うんうん、もっと前、うん、あ、しんどすぎるか。そうか。じゃあやめとく。まあ、もうざっくりやで。ざっくりやで。まあ、A さん、B さん。A さん、B さん。まあ、ざっくりな。両方、ヤマリスでしたと、うん。で、なんか知らんけど、適当につながって、まあ、なんか、まあ、恋仲みたいな関係になる。で、A さん、女子、B さん、男子。うん。で、B さんは、一応、社長。うん。一応、社長。うん。まあ、古くからおる古参リスナー。もう、ヤマリスでもある。うん。で、結構、重課金者。うん、ここまでは OK。 ざっくりな。 A さん B さん両方やまりすな、うん、ざっくり。 A さん女の人、 B さん男の人で、 B さんは社長で、なんかまあ勝手につながって、うん、まあ仲良くやってる、うん、で、まあまあなんか儲け話みたいな持ちかけられて、で A さんがクレジットカード情報とか個人情報を全部 B さんに渡す。で A さんが知らぬ間に A さんのクレジットカードで、250万円ぐらい課金されてる、うんうんうん、まあそんな感じ。あ、250で聞かんか、トータルで言ったら400か、うん、で今の話やと、今 A さん家賃払われへんって言ってんねやろ、知らんけど、うん、で俺両サイドから話聞く、うん、で なんか分からんけど、うん、もう俺は なんかな、いやだから俺はもう聞いた時、うん、犯罪じゃんと思ったけど、うん、なんですぐ警察行って弁護士入れへんのみたいな、うん、うん、言ってんけどな。いやいや、 B さん、 B さん、 俺の目線から見たら B さんやでさ。いや、知らん、社長、うん、B さんはなんか、いや違うねん違うねんみたいな、うん、ただ説明いろいろ受けたけど、やっぱり意味わからんかったけど、別に被害者俺じゃないし、まあ、もうなんか金額も金額やし、話もでかいし、うん、これはもう配信でやることじゃないというか、もう、うん、こう怖いし、俺もそんなんもう、うん、うん、いや、やってた、やってた、やってた。うん、やってたよ。うん。で、その A さんが、A さん、まあ、被害を訴え出てる側が、もう、弓切っちゃう。うん。うん。まあ、なあ。
ただ、まあ、ここに来てな。で今度多分ポルさんに相談して、そんな無茶苦茶なことになってるみたいやしな。もうよう分からんわ俺。いや、した配信中にもしたし、うん、いや、やったうん。だってアイル社長ちゃうで、また別の人。うん、いや多分違うと思う。それは花屋さん取り扱ってない。うん、もうこれ表沙汰に、ちょ、表沙汰にはなったけど、表沙汰にせんかったもん。もう A さんたっての希望で、なんかもう大ごとにせんとってくれって言って、うん、うん、もういじらんとってくれっつって、うん、もう泣きわめいて、もうむちゃくちゃになったから、うん、いやでも家、まあ、家賃払えてない、払われへんとかどうのこうの言うてむちゃくちゃになってて、なんか それが答えなんじゃないかなって思ってるけど。でも話進んだらしい、まあ、今聞いたよ、2225にもう弁護士入れたりや警察やとか、うん、なんや、まあ進んでるのは進んでるらしいから、うん、うん、まあもう俺関係ないっす、うん、うん、もう俺関係ないっす言うたら、もうそんな、しかも何、その配信でできひんかったら別にこっちも取り扱う意味ないというか、うん、そうそう、え、だって俺が2225と付き合ってる時やもん、それ相談来てたので、2225も話聞いてるからほとんど知ってる、あ、全部知ってんで2225、ちなみに。もうただ関わりたくないから、もう、あの、もうこうやけど、うん、多分なあ、あの話の内容で言ったらもうこれこれさん行くレベルや、これ余裕で、うん、多分これこれさんに相談して絶対取り扱うで、これ不破の配信者嫌いや言うても、うん、そのぐらいエグい。おんで何、まあなあ、 A さんがなあ、騒がんといてくれって言う割には、なんかこう配信界隈の人に結構相談してるみたいだから、うん、今の話やと、話っぷりやと、A さん次第なんじゃない、分からんけど、うん、その話、いやだからポルさんが相談されてたんじゃないの今、うん、で今の話やと金に困ってるのにどこぞの枠でアイテム投げてんのを見てポルさんが怒ったとかじゃない、そういうことなんじゃない。いやもういいよ、俺いい、この話はもう ざっくり 今出てたからちょっとざっくり説明しただけで、俺もう別に何、この問題には口一切出さん多分その後も多分そこらと絡みあるから、2225で枠行ったりとかはしてるから、もしかしたら2225の方が詳しいかもしれない、その後は。うん、でここで一回みんなに注意喚起したいみたいな、人にクレジットカードは教えたらあかんっつって、うん、うん、うん、やらん方がいいと思う。で今2225の話やと弁護士とかもどうのこうの言うてるから、うん、でもなんでここでそのトラブルの鳩とかが飛んでくんのかも不明やけどな、言うたらなんで外に出てるんっていう、うん、いやー分からん、それ今その A さんと B さんが直接コンタクト取ってるかどうかも知らへんし、言うたら、うん、うん、まあでも不安なんちゃう、知らんけど、うん、勝手にな借金状態になってるっていうことやろ、よう分からへん。なんかな、ただ俺が、B さんに電話した時はいついつまでに全額一括で口座に振り込んどくって言ってたけどな、振り込まれてないからこうなってるんちゃう、知らんけど。しかもそのクレカも確かリボ決済になっててん、確か、うん、なんか俺明細も送られてきて見たけど、いや危なくない人のはず、うん、危なくない人のはず。その社長、古参リスナーで山田のとこの
ちなみに会ったことないけど。ああそういうことか。ああうん、部長山田からっつって、部長山田からリスワン頑張ってくださいっていうコメント入れたらバッチリ。うん、え違うで、なペイディやったっけ、合ってる、ペイディ。いやそれ話す、それだけじゃないね、クレカだけじゃない、クレカ2枚とペイディやね。で合わせて400弱やったはず確か。うん、でそのペイディを独自でちゃんと調査したら、スマートフォンを現金化するような、わかる？うん、サイトまで見っけたから俺。うん、スマートフォンな現金化できんねん言うたら、スマートフォンを購入してそれを売却して現金化するようなところ噛んでたりとか。まあもうやばいね、もうやばいね。うん、もうやだから、もうやめとこ、もう手口がヤクザじゃん、もうやめとこ。うん、いや俺もこれ、俺この話はもうパルちゃんに聞かれても一切せえへん、もういや怖い。うん、ちなみにその現金化した時の俺明細とか全部持ってるからな。うん、ちなみに全部持ってるから。うん、そうや55、そうそう、うん、ペイディで iPhone2 台買って、うん、でそれを現金化してみたいな。それか本人に振り込まれんと B さんに振り込まれてるっていう、もうむちゃくちゃなことになってたんで言うたら、うん、まあ男が悪く見えるけどな、うん、その事実っていうか証拠だけ全部揃えていったら、うん、ただなんか知らんけど初動が悪かってん、その男の人の方から女の方に圧かかってたからか何なんか分からんけど、もうやめてやめて、騒がんといてって、でこっちがこうした方がいいんじゃないかなって提案してることをすぐさに全然動かんかったっていうか女の人が。で時間経過とともに、なんかあの法的に立証が難しい方向で動いていって、で今になって金で積んでるみたいな。うん、まあちょっとざっくりやけどな、うん、今と前とではちょっと状況ちゃうんかもしれんけど、その時はそうやった、うん、相談してくる割には全然動かんし、どうしてほしいのかも分からへんみたいな。うん、うん、だからまあ最終自己破産しかないんじゃねえみたいな、うん、帰ってけへんかったとしたら、分からん、どこまで把握してんのか分からんけど、まあ気になった人はポルさんに聞いてみたら、うん、俺はもう相談が俺の手から離れたから、もう知らん、分かりません。はい、無理やともありがとうございます。もう分かりません。そばでサメさん思ってるほど大事やってん言うたら、まあでも払われへんのやったらせなしゃあないよ。ポルさんは絶対悪ない、多分何のこっちゃ分からへん状況からまた一から多分全部相談聞いて何やかんやしてたんじゃない多分。いや課金してたかどうかまでは知らん、ポルさんが。それは分からん。少なくても A さん B さん俺両方からは話聞いたからな、とその時、うん、その話聞いてもビビランと B さんに直接電話してるからな俺。うん、なんか急に全然タイトルと関係ない話になったな。お鳩から、おい鳩もやめろよ。鳩もやめろよ。違うポルポンじゃない、ポルさんっていう ローマ字のポルさん。山田も何回も会ったことある人。うん、はい、おはよう。お、もう聞かんといてくれ。うん、あんまり闇を覗きすぎると闇に飲まれるぞ。うん、うん、だからもう一回注意喚起ね、みんな。うん、配信界隈で知り得た人にクレジットカード教えちゃダメ、うん、それはもう恋人でもダメ、以上。ああ分からん、そうやね、ややこしい話やね。ああ、でももうこれ話し出したらもうそれだけなってまうから、しかももう多分2時間で語られへんこれ。ああ
そうそう、もう下手に関わらんところ俺らは楽しいやろうぜ、エンタメの範囲でな、うん、なで、月読みパイセンはそういう苦労もある俺を見てどんどん、あの、何前みたいに追い抜くツキヨミパイセン、ツキヨミパイセン、前はさ、ほんと高速台がーとか言ったらさ、山田、その山田つってバッ、ファンターみたいなあったのに、最近はさ、ちょっとおひねり減ったよね。アキミク、パワーザス、アラス、オッケー、大花火。うん、まあ、キミクもあんまな、その件はもう首突っ込まへん方がええわ言うたら、ああややこしい、多分。ややこしい、うん、多少これに言わしてるからな、これ多少な、うん、もうそっとしといた方がいいよ、もう、うん、知らぬが仏税金好きはきついわよう言うわほんま、おい年末年始までさ仕事忙しすぎて死にそうっつってたくせにどんだけ儲けてんのほんま、うん、え、その謎のリスワンチームが誰にリスワン流すかって相談してるコメントは、おー、いいよいいよ、うん、あ、くるみリスワン2になった、くるみ行けよお前、やれや放送、夜まで回せやお前さ、うん、ゆっこのタイトルですとか、あ、もういいよ別に、くるみお前やれや、2になってやってやれや、くるみも本じゃ行くんやってもな、こいつやらんからな、放送やらんからな、なあ、そうやんな、うん、やんな、思ったわ、うん、やと思った、やと思いました、やんな、うん、なんなん俺の放送のサムネイルあれ、外カメだ、外カメで撮ったんかこれ、なんやねんこの俺のゴミみたいなサムネじゃ中村はさ、中村はさ、ちゃんとサムネで笑い取りに行ってんの、俺のサムネなんやねん言うたらもうどこ映してんねん、こうか、このぐらいかこのぐらいか、どこ映してんねん、もうやる気あんねん、わざとじゃないよ、もう外壁向いてんの気つかんくてそのままつけてもうてんよ、慌ててつけたら、うん、やる気あんの、うん、サムネ大事やで、うん、あ、うん、サメイちゃん、うん、なんか、うん、なんかよく名前出るけどな、うん、ヤマリスの妖精でいてね、これからも、パオン、ありがとう、うん、ヤマリスの妖精でいてね、これからもね、うん、いや、クルミもリスバンとか興味ないらしい、あいつ放送に興味ないから言うたら、ダメよ、サメありがとう、いいよ、うん、いや、やっぱりラジオ配信じゃ酔わないか言うて、レヨコちゃん、やっぱ動画で回せる人の方がいいと思うけど、まあ、くるみ巻き打ちんち行ったら確定やけど、でもそれでリスワンセリ出したらまた相沢突っ込んでくるから一緒やねんって、多分相沢のやりそうなこと、おはようございます、おーの人バッタステックベベパー、あなたがアルビで石油掘り合ったら総会社役名簿に僕の名前の数字が傍受しませんが、おいさん、うー、お金持ち、オッケー、続いて月読みパイセン、どう行く、うん、月読みパイセン行きたいちゃうのこれお前、うん、あ、おはようございます、ありがとうございます、おーの人、でも俺寝てないんですよ、うん、いや、参加しててもやる気ないやろ言うたら、うん、そこなんとかお願いしますよ姉貴、ほんま、いや、相沢と来るがなんかいいのは、せやな、うん、せやな、いや、座は動くよ今日は多分、はい、村屋でバラダス、あ、おはよう、サイチさん、おはよう、サイチおんぼ、おはよう、おはよう、しかもこう慌ててさ入ってきたせいでさ、あのアメニティのシャンプー取ってくるの忘れた、今思ったわ、シャンプー、リンス、ボディーソープ忘れた、せやな、ザワのリスワン阻止委員会です、
にわかで、おめっちゃ嫌われてる、うん、リスナーさんに嫌われてる。ニニニコがリスナー取りに行くわけないやろ言うたら。お、あと13,000。うお、なあ、結構あれやな。何が正敗やねんな、ほんまな。そんな、マジで。いつも1位の人は多分剥奪される、うん、剥奪されるわ。なんかもう何、線路ただ映してるだけみたいな、わけのわからへん放送やから、うん、マチャは家で寝てると思うで多分、うん、今頃。いやー、やらんやろさすがに。ちょっとだけ見た。せやな、淳さんはあれやな、結局やっぱりマチャの不正の部分をやっぱちゃんと長いこと見てきた人やから、うん、ちゃんとここおかしいっていうのを指摘してたわ。うん、いや今月はもうちょっとプラプラ厳しいんちゃう。ここだけの話やけど、ここだけの話やけど聞いてな、あのうちフォロライン中先月、あ今月ぶっ飛んだんで、ここだけの話、ちょっともうかっこ悪い話やけど、かっこ悪い話やけどな、言わんといてな、タバクイって言わんといてな、恥ずかしいから。フォロライン中ぶっ飛びました、いなくなりました。だから恥ずかしい話っつってね、枠来ててももう投げへん。イベントの相手も絶対投げない。ああ、それ引きこもり NG ワードにしてるからもう。もう来月以降厳しいね。あ、弁当見ないです俺。はい。はい、30個パン、あなた OK、 いいよ、おはよう、 C の人 OK、 あ、来てるで、来てる、うん、こないだハートでファンタ投げてたその人や、うん、ハマってんねんって、うん、月読み、その大きいのとは言わんやん、月読み。別にさ、例えば月読みがな、生赤でな、イベントの由来でも1個投げてくれるだけでもちゃうんやて。そう、ここやん、ここわかる。それ100個とは言わんよ、もう100個とは言わん、うん、言ってたもんな、なんかあの自分より稼いでそうなやつに課金する意味がわからんとか言ってたもん。分かってるよ、気持ちわかる、わかんねえ、わかんねえ、わかんのよ、わかんねえ、わかんねえ、なんで自分より稼いでるやつに課金してなあかんねえ、気持ちわかるよ、うん、お前んところのリスナー問題多すぎだ。でもさ、まあその取り扱える問題と取り扱われへん問題あるけどさ、もう問題多い方がさ、ネタに困らへんから、自家発電やから、うん、いいじゃん、うん、距離感近い分さ、あの自家発電できるからうちは、うん、そこが強いね、うんうん、そこが何、まあ、ちょっとヤミーさんとは被ってるけど、うん、そう自給自足でうんこを生成できるという強さがあるから、うん、そう眠いよ、もう死にそう、ゲロ吐きそう、うん、でもやっぱりおはようっつってファンタもらってて寝られへんやろ、考えて、寝へんやろそら、うん、ほらな、いや、なあ、おはようございます、パンを渡す、12時間、いやもっと長い、理想は取ったことない、ゲロミさんダイエット中、東京都女性34歳、身長161センチ、体重52キロ、 E カップ、よし君に取ってもらおう、うん、よし、君に取ってもらおう。よし。うん。君に取ってもらおう。うん。ただな、顔がな、かわいい。顔かわいい。おし。
君に決めた、君に取ってもらおう。うん、ゲロミダイエット中。うん、え、遺言はないな、君たちリスナー諸君。よし、君の家に俺行くわ。うん、リスナー諸君どうでしょうか。うん、採択を取る。うん、ゲロミさんにリスワンを取っていただこうと思いましたね。ええ、顔かわいい、スタイルいい、家はちょっと、いや家でいいやん、ちょっと家バレせえへんから別に。うん、行くわ行くわ。東京都のどこや、ざっくりでいいから言え。何区や。うん、寝て起きたらそっちに移動するわ。行こうはないね。はい、行こう。ちょっと4時ぐらいから回さなしんどいから。うん、可愛くない、嘘でしょ、却下です、すいません却下です。港区来てお金持ちですか。え、33453。え、白金に住んでます。おはよう、くるちゃんに似てる。ちょ、この人でいいんちゃう、あかんの。うん、ぶん回せる君。ほんで俺4時から行ってずっと放送回せる。うん、ちょっとちょっと、この何、何、ゲロミさん、うん、30代独身 OL の日常って書いてる。うん、 OL 悪くないよね。趣味アニメ、ゲーム、映画、サウナ。お、全部合ってるやん。うん、アニメ好きなの。俺もアニメめっちゃ好きやから。うん、16時から空いてる。え、でもあれやで、家行っていい。うん、そしたら家行くわ。うん、家行く。うん、俺をもてなせ。うん、え、彼氏おんの、ゲロミ。彼氏おんの。彼氏おんのやったら俺もうブロックするかもせえへんで。うん、彼氏おんの。うん、あ、オッケーオッケーオッケー。うん、あ、ケロミさん。うん、うん、よし、ケロミの家行こうぜ。うん、いや、これは下心とかじゃないから。相沢のリスワン阻止のために動くだけやからな、俺は。うん、お前ら。それ、誤解せんとってな。うん、別に一抹の下心抱いてないから、俺は。うん、うん、いや、ないから、ないから、は、ないから、は、ないから意味わからん、は、ないから、下心全然ないから、は、ないから、ないから、別に全くないから。たこ焼きするか。あー、まあいいんちゃう、言うたら。うん、下心ないから。うん、全然ないから。うん、顔も新沢に買ってる。うん、行こうぜ、俺とお前でたこ焼き作って、うん、リスワン取りに行くか、そうしたら。あー、すいません、ありがとうございます、徳兵さん、パワーを助け。え、でも徳兵さん、できたらね、徳兵さん課金する、あ、徳兵さんっていうか、あの、課金するんやったら、できたらイベントの、うーだー、あなたがアルビで席を掘り当てたら、総会社会名簿で僕の名前の指示かも 50% のお金持ち、お金持ち、お金持ち、オッケー、ミラコー来た。あ、まだ足す、デック目、特命さんできたらガチ目の方の方が助かります。パンオッケー、足すティック、はい、犬も5匹、パンオッケー、そうそうそう、できたら犬の方、犬の方、もしもし、うわーバー、足すティックベイベー、オッケー、エブリバディ行こうぜ、ピリオドの向こうに、オッケー、でかい、よっしゃー、ダスティックベイブ、うーわ、キュッキュッキュッ、パワー出す、オッケー、すいません、特命さん、あんまり、先言っとけばよかった。うわー、先言っとけばよかった。あ、そっち助かります、クールパワー、オッケー、オッケー、あがす、オッケー、オッケー、あがす、あー、これ港区来てって言ったんこの人かな、ちゃうか、パワーザス、え、さっきタヌキで港区来てってコメント書きました、ちゃいます、あー、キュ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 、ちゃうか、うん、ちゃうかな、うん、ちゃうか、うん、いや、だ、絶対ちゃうな、タヌキでコメント書かんわ、たぶん、あざす、ただ、あの
すいません、まあ、犬のやつやったら今の犬のやつやったら正解ですわ。豚か象か、金色のなんか日本列島みたいな絵のやつやと、ドカーンと今競ってるところで話題になるっすわ。まあそっちでもありがたいですけどね、言うたら。はい、 NG さん、豚、象、ビッグハンダルなんかいらん、そんなんいらん、豚か象か、まあさっきの犬のやつでもいいんですけど、そうやっと助かります。あ、もうでもあるあ、おはよう、10倍50個パワーだす、オッケー、うまい、ユーの人おはよう、 5×10 は25、オッケー、しゃー、うまい、おはよう、キタタスティックベルトーだす、オッケー、うまい、特命さん、お金持ち、マジのお金持ち、かーた、あざす、助かります、そうなんですよ。それなんですよ、あざす、オッケー、両極端、かー。あー、日本経済一人で、ラスト、あざす、パー、オッケー、うまい、あっけ、あざす、おー、悩んでよかったー。はい、おはよう、午後パワー出す、オッケー、はい、頑張ります。はい、人魚さん、え、人魚姫、あ、こんなんできんねや、はい、頑張ります。うん、これでおらんくなるからな、この人マジで。うん、すごいやろ。はい、ギュッギュッギュッパワー出す、オッケー、うわー、出す、はい、パワー出す。うん、うん、これでおらんくなるからな。うん、すごいで、ほんま、あざす、ありがとうございます。あ、またキュッキュッキュパワーだす、あ、挨拶するだけ、あざす。おう、おう、あれちゃうの、多分あ、はい、ありがとうございます、パワーだす、はい、ありがとうございます、あ、助かります、カーカーカーだす、オッケー。おう、配信者に付与される匿名ちゃんシリーズの、あ、そうなんや、ほんじゃ配信者やってんや、うん、うーわ、うん、ディーベも両面やな、これ、えらいことだったな、ポイント抜きたい、うん、ポイント抜きたい秒出てきた、うん、えぐいな、あ、ちゃう、うん、そう、まあ、噂の実質1位の人や、はあ、ちょっとおどおどしてまうわ、すごいな、俺思わず向こうにタバコ投げてもうた。勢い余ってタバコ飛んでいった、おベッドの向こうまで飛んでいったわ、うん、思わずタバコボーン投げてもうた、飛んでいってもうたわ、おそうそう、アイテムも強引に投げる、タバコも投げて、もうタバコ全部飛んでいった、これ手元が全て、あ、花びら来てる、あ、ありがとうございます、花びら、うわ、30枚、おはよう、チーの人パワーザス、おはよう、ありがとうございます、うん、花びら、ありがとうございます、チーの人ザス、え、ラボコじゃないです、旅館です、うん、え、さっきの人どこ行ってやろ、ほんで、あ、タイガさんも100枚パワーザス、オッケー、さっきのなんとかさん、たこ焼き食うかって言ってたなんとかさん、どこ行った、名前何やったっけ、なんとかさん、名前忘れた、うわー、パワーだす、うわーた、一個でも倍出たらよかった、うわーた、パワーだす、オッケー、うわーだす、オッケー、おー、うまい、うーわ、おまけが何回続く、パワー、あなたがアルプでセクフォルやってたらそうだかして、あー、お金持ち、お金持ち、オッケー、うわーちゃたー、ファンタスティックベイベー、うーお、やばい、あー、ファンタスティックかー、マジか、うーわ、おー、異次元、あー、お金持ち、あざす、オッケー、うーわ、あら、うーわ、ほんとにラストパワーザスかー、かっけー、マジで、うーわー、かっけー、あらー、あたたたたたー、うーわ、えぐ、うお、パチコメこんな走ったん久しぶり、
うお、おーおーおー、いや旅館クレームけえへんここ、うん、あのあん基本あんあん言う人がよく泊まりはるから、うん、大丈夫。うおうおおー、ありがとうございます。おっとかー、ポイント抜きてー、うんうん、どんなプレイしてると思われるな。タバコある、タバコある。口乾いてもらった。うわありがとうございます本当。うん、ほんまにこれ片手までやるからなこの人、うん、すごいで、うん、すごいで、うんうんうん、やろう。こんなにもらって寝れる、全然寝れる。うん。うん。じゃあいい、そんなもう十分十分十分。うん。もう十分。これでやっとあれやな、東京赤字トントンになったな。プラマイゼロやけど。うん。すごいな。いやー、転送さん抜いちゃったな。3位じゃなくて2位まで行ってもうたな。うん。どうなってんの。ちょっと、バン、え、ちょっと待って、そんなに差開いたんかな。開いたな、多分。総合もいきなり6位ぐらいになったやん。で、ちょっと待って、見るわ。せっかくやし、順位めちゃくちゃ貢献してくださってたんで、見るわ。これどうやって見るん、どこで見るん、これ。大阪っていうカテゴリー、どこで見るの、関西。見方わからへん。どこで見れんのこれ、どこで見れんのこれ。見方分からへんねんけど、自分の枠開いたらええんか。どこで見れんのか。これ2位って書いてるとこタップしたらランキングを見るでいい。あ、うお、ほんまや。ちゃちゃおう、ちょ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 、あ、うお、ほんまや。おう、約5倍離れてる。ちょっと待って、約5倍離れてる。うん、約5倍離れてる。うん、すごいね、うん、約5倍離れてるっていかにやっぱせいさんがすごいってことかやな、うん、えげつないなほんまな、うん、えげつないわほんまあの人、うん、もうせいさんさ、久保山さん俺にも1週間貸してほんま、うん、いやでもすごいなほんま、何があるかわからんな。いや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 、匿名さんがやっぱ、あ、各匿名さんたちが、うん、ほんますごいよな、何が起こってんや。山田ごときいやほんまそれな、山田ごときになほんまな、うん、うん、やっぱあれちゃう、なんか天から見てる人って俺の動きがこういびつで気持ち悪いからとかじゃない多分、うん、いびつで気持ち悪いからちゃう。おお、すごいよな、見た。え、おお、6分で20万課金したんじゃないの多分、ザザクリア6分で。え、ゲロミさんどっか行ったな。ゲロミさんリスワン取る気あんのかな。ゲロミさんどこ行ったん。ゲロミさん DM ぐらい送ってきたんかな。そうそう、お一方天竜人 いてはって言うたら、うん、うん、そうそうそう、お一方天竜人、うん、うん、おんねん、うん、そう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 。え、くるみリスワンやるって言ってる、ほんまに言ってる、それ嘘。あとじゃん、ちょっと電話出ろよくるみお前、うん、電話出ろや、うん、ケツ叩いてあるからよ、うん、あ、せやな、せいさんもな、 あんだけ寝たらしい、ね、狙ってないやんけ言うたら寝んなよ、うん、前半でリスワン狙いしれっと狙いにかかってる日なんて俺翌日からの持ち越しって20時間ぐらいはやるけどな、うん、あ、配信中出えへんもん、くるみ電話かけても出えへん、近年ガチャ切りすんねんこいつ。もう一回かけてみようか、うん、
な、出えへんやろ。出ません。もういいわ、出えへんからええわ。出ません。はい、ムルヤティもありがとうございます。出ません。いや、さっき応答なしにあれなってたから、あ、配信終わった、あかんやん、余計出えへんやん、うん、まあ邪魔っていうか別にお尻叩こう思っただけやねんけど、ちょっと頑張ってよって、相沢さんの阻止手伝ってよって。あ、発表してる座席表。あ、あと1分、ま、あと1分は良くないな、かけんのな、うん、それはやめとこう、うん、いや1分、あと1分とかじゃ悪いやろ。ケロミさんどこ行ったん。ケロミさんにも DM 出しとく。ケロミさんにも、ケロミさんどこ行ったん、うん、ケロミさんにちょっと DM 出してみるわ。あ、シャワー浴びてからつけ直す。あ、やれよ。ヒロミさんどこから、うん、ゲロミ、いや、いや、じゃあ寝てないから、うん、徹夜やから言うたら、そらさあずっと画面に向かってたら目も充血してくるやろ。まあもちろん花粉もあるけど、うん、寝てないからじゃ。これランキングの見方よくわからんねんな、言うたら。はい、いってらっしゃい、ブダイオラさん、パオン、いってらっしゃい、うん、見方がわからへんねんな、うんうん、あ、春子さんか、春子さんもずっとやってた、行きそうやな、いやでもケロミさん行けそうじゃない、4時からやったら。ケロミさんとコラボしようかな。ケロミさんでいいんかな。ひらがな出てくる。この人か。うん、ツイッター開く、うん。フォローしとこう。フォロー置くか待ち。あ、DM 送っとこう。うん。なんて送ったらいい。もう見ない。え、ケロミ嫌なん。もう見ないって。嫌なん。またガチ恋か、6号。下心ないで、ほんまに。全然、しかもあの配信外の時間を別に作らへんで、あとちゃんと言っとくと。うん、はい、村井と申します。あ、もうもちろん、え、ちょっとまだ分からんねん、今ちょっと何人か走ってんねんけど、嫌なその女じゃなくていいや、いいじゃん。さあ、遠隔じゃしんどいからさ。ちゃうやろ、まーちゃんやったら絶対その男女のあれにならんからやろ、6号ちゃうの言うたらな。大丈夫やで、心配せんでも、俺今年1年は彼女作らへんって言い切ってるし、うん、ちなみに大丈夫やで、心配せんでも、そんなさ下半身使わんで、うん、心配せんでも。そらさ、ちょっと出れる演出はあるやろうけど、うん、そうそう、いや、ちゃう、まちゃはな、ぶっちゃけな、あ、どうも、新田です、はい、ちゃう、まちゃはもう、2日こすってるからさ、うん、そのいい加減見てる方も、飽きてるやろうはあるからさ、みたいな、そらったら、なんか新しい人行った方が新しい展開もあるやろうし、みたいな。違う、その人がいいだけじゃない、別に、お前引きこもりか、ほんま。うん、そんなことありません。俺はちゃんと配信つけたままそこを去ります。いや、じゃあやっぱリスナーさん嫌な、分かった、じゃあ9号さん、6号さん、イベントの有料アイテム5個ずつください。あ、了解、はいはい、銀玉さん。
おんじゃ、あのイベントユーロ相手にください。9号さん、6号さん、それで俺言うこと聞く、うん、イベントのユーロ相手。まあさ、こんだけ顔良かったら、こんだけ顔良かったらさ、まあ、分かるけど、気持ちな、かっこいいから俺。じゃあ分かった、9号ほんじゃ9号今 NG で生垢でコメント書いて俺に。96じゃあまあ9は NG で今コメント書いて生垢で、それ信じるから。1日にクレカ復活すんねやろ、分かった、生垢でコメント書いて今 NG184 書いて、いやでも一桁番号やから絶対、うん、絶対あーってなる人やと思う絶対。書かれへん9号恥ずかしい、俺にだけ9号を見せて、あとできたらクレカの色も教えてほしい。信用度 S 高い高い高い、うん、一桁台やから、もうついてそこ赤バレ、いや赤バレしてダメ、9号してお願い。うん、して誰から言われてんのかで、ね、俺もちゃんとするから。いや上限まで使ってるからとかじゃない、うん、限度額パンパンってことやろ、限度パンパンやろ。いやちゃうやろ、上限まで使ってるからじゃないの、言うたらバッグいっぱい使ってるからちゃうの。うん、じゃないとケロミちゃんのとこ行っちゃうよ俺、うん、どうすんの、うん、いや10でもいいよ全然、うん、ああほんとアイドルは困るわほんと。いや俺全然パンパンじゃない、うん、3から止まる枠いっぱい使うこと俺はないかな、うん、ないやろその枠いっぱい使うこと。うん、なんかちょっと匂うけどな、まあいいや、まあいいや、うん、もうゲロ見て良さそうやけどな。うん、ゲロ見ていいんちゃうの、言うたらなあ、ゲロでいいよな、うん、ゲロ見て良さそうな気するけどな、下心ないもん俺全く、うん、ゲロ見がいいなら行けば、うん、うん、治ったはるか。うん、ずっとやってるよ。パオンあざす。また旦那さんの財布から抜いてきたな。パオン、OK、いいよ、旦那さんの財布から。うん、ずっとやってる、ずっとやってる。うん、もうずっとやってる。アホみたいに。うん。ゲロミに一応 DM だけ送っとくか。ゲロミに、DM だけ送っとくわ。そしたらもう。うん、なんて送ろう。なんて送ったらいい、もちろんパオッケーいいよ、オッケー。山田はな長続きせんやろうと言われ続けて早1年以上やけどな、うん、1年続いたらええ方やろ。こんなもん。うん、よし、ゲロミにたこ焼きで行くか、うん、ちょっと待って、ゲロミどうやったらいいの、4時からやったら空いてるって言ってたし、うん、ゲロミになんて送ろう、打ち合わせ、台本組みたいんで打ち合わせしたいです、これでいい、よし、うん、はい、 5×20 は24、パオッケー、ナイス、旦那さんの財布、旦那さん結構金持ってんねんな、うん、いいぞ、うん、ええぞ、うん、ええぞ、名古屋の時は嫁来てくれへんかったけど旦那のせいで、うん、うん、もうブサさよなら9号、なんちゃってやな、これ、うん、うん、なんちゃってや、
そんなん俺は女子と絡むこともある言うたらもうブーブーよブー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 言うてほんまちょっと待ってあれするわなんかあれだけしとくうん連絡よこせだけ入れとくわケロミさんに連絡よこせだけ入れるうんどうやってやんねやろうんはい村井とまずすなっちゃってやろこれなあせやんなでしかも そんだけ言うんやったら俺言うこと聞くやんうんせやなちょ待ってよケロミさんが見つからへんケロミあこの人かこの人で会ってるこの人に何送ったらいいのゴールドプラスらしい、うん、この人、うん、あ X あったわ X 飛んでで DM でこの人 LINE 晒してる人やん。そもそも。これ LINE やろ。急用の方はこちらに連絡ください。保存。この人 LINE 晒してる。うん。じゃ、一回、あれしよう。電話しよう、今。無理かな。今、一回電話してみよう、言うたら。おい、ケロミ、っつって。うん。追加。で、一回かけてみようぜ、ケロミに。はい、あざすパオー、あざす、ゴシゴシゴシ。あ、税理士なんや、旦那さん。頑張ります、あざす、オッケー。税理士の嫁が課金してるわ、結構エグいけどな。お前バレんぞ。なんか、全然知らん子にフォローされたんやけど、ええやん、白嫁さん。あ、月、白嫁さんじゃねえわ、月嫁さんや。白嫁って何やねん。どこで白出てきてやん。ええやん、白つくやん。うん、白つくじゃん。あれじゃあ社長って聞いてからさ喜んでさフォローしてくれたんちゃうキモかったらブロ会しといたやんキモかったらキモくなかったらあれやけどえちなみに誰知らん子って月見パイセンどなんていうアカウントの人言っちゃおう言っちゃう言っちゃおうなんていうアカウントの人相沢みたいなことするやつおんねんな今だになちなみに誰にフォローされたのキモいから山田ブロカイまあせやな配信者かなあ様子見てみるいい配信者かなあもしかしたらさ月読みパイセンさもうバレてるあもうバレてんやったらええやんパオンあざすゴシゴシゴシオッケーうん旦那さんが汗水流して稼いだお金をここに溶かしてんねんな、うん、ナイスいいぞ5個ゴシゴシいいよええでええであおはよう3パー6おはよう、うん、あバレてんねやまあそりゃそうやわな、うん、人のお金の管理してる人が自分ちのお金管理できひんわけないもんな、うん、言われてんねやろなお前これなんぼほどお前課金このアプリに課金してんねんてえ、どうせあれやろ旦那さんには配信って言ってないやろゲームで課金してるとか言うてるやろなあちゃうかおい旦那さんにはゲームに課金してんねんって言ってるやろガチャ引いてんねんとか言うてるやろどうせ、うん、ちゃうか絶対そうやろ、うん、生配信投げ銭してるって言ってないやろ、うん、なあちゃうんかおい言うてみ、うん、はっきり言うてみそうやわ絶対そうやわ、うん、絶対そうやわほら言うてみスマホではほらなあーなせやんなバーンガシガシガシ、うんうん、いいよいいようまいよ8年稼いだったらえらいえらそうやな8年ちゃうで6年やで、うん、あと6年ですよ8年も俺放送してんのよ、うんうん、いいよ匿名さん、うんうん、どんどん遊んでいこういやまだ決まらんねん、うん、まだ決まらんねん、うん、なんかくるみさんもリスワイン言うてるみたいだしでゆっこもリスワイン言うてるしせやねんな同時進行やとな熱いねんけどな、
もうほんと、うわポイント抜きたい、マジでもうポイント抜きたい。実はね、まだ今日のバイト先決まらへんねんな。ケロミ電話出えへん。どうせあれやろ、寝る前片手まで見てて、もう適当にあれちゃあちゃこちゃ枠いってんちゃうの。ケロミ電話出えへんわ。まあなんか メッセージだけ残しとくか。部長山田です。あ、お風呂入ってましたやって。おケロミ電話出るぞ。ケロミ電話出る。お風呂入ってましたやって。エロミマナミ、もしもし、あれお風呂入ってるところ、はじめまして、お風呂入ってるとこ動画で撮って俺に送っても怒らんで、それは。はい、バオーさん、少し少し、あ、そうか、送らんか、それは。うん、何してるんでしょう。え、でケロミの家でたこ焼き焼いてくれんの。あ、全然配信つけるなら大丈夫ですよ。いやいや、もちろんそう、俺ガチ恋多いからさ、顔かっこよくて性格よくて頭よくて高学歴やから。なんかちょっとガチ恋多いなと思って、うん、やっぱりやめようかな。ああ、ガチ恋に叩かれるの嫌？山田から離れろとか、山田に触るな、うん、お前なんていらねえよ山田の横にはとか言われるの嫌？いや、なんか、うん、そうなんですよね、ちょっとそういう経験があんまりないので。でも米走らせなりスワンなんか取られへんからな、うん、あ、もちろんタヌキかキツネ推奨で、うん、ビビラント行くか、行きますかね。うん、ただ4時からぐらいじゃないと。ケロミ今から配信つけられへんの？今から、いや今からちょっとつけられないですね。つけられへんの？え、今日休みなんけ、まあ、ケロミ。あ、今日休みましたね、会社。会社休んでんねやろ。あ、有給なんです。有給消化やろ。そっか。え、でざっくりでいいから何食う？食べ物です。食べるもの。あ、じゃあ、お住まい何区？ざっくりでいい。お住まい、お、ざっくり。うん、ざっくりでいい。ざっくり、どうしよう、ちょっと言いたくないです、ここでは。あ、ここでは言いたくない。了解。はい、東京ではあるんですけど。東京で、西寄りか東寄りかだっけ？千葉県寄りか神奈川寄りか。どっちもか、神奈川寄り。あ、オッケー。本当だ。移動時間は1時間で済ませれるな。了解。ガザス。いいよ。いいよ。え、ほんまに彼氏おらんの？あ、いないですね。うん。それ、後でさ、配信、ミュートしてくださいとか言って、ミュートって実は彼氏いるんですよとか言ったら、俺露骨にめっちゃ機嫌悪なんで。いや、本当にいないです、今。今、じゃあいつまでおったん？去年、7月までいました。なんで別れたん？ちょっと性格の不一致というか。いつからセックスしてない？それはちょっと内緒ですね。ああ、お前リスナーとパコってるタイプやな。うん、してないです。リスナーさん。ああ、リスナーさんとはしてない。そう。え、たこ焼き作ってくれんの？あ、ちょうどそう、たこ焼き食べたいなって思ってたんで。うん。で、じゃあケロミの家行っていいねんな、俺は。配信つけるなら大丈夫です。うん。で、ケロミが配信してて俺が登場するパターンでいいねんな。あ、大丈夫ですか、それで。いいよ、別に。はい。でも今からは放送できひんねやろ、ケロミ。あ、でもあと数分でやろうかなと思って。数分でやろうと思ってんの？まだちょっと着替えてない。じゃあタイトル、あの、部長山田が家に来るとかで やっといてくれたらいいんちゃう？あ、なるほど。うん、タイトルを使ってください、ぜひ。はい。うん、部長山田のためにとか、もう何でもいいから、もう名前そのまま使っといて。うん、ちょっとリスナー取るために。
使わせていただきます、うん、頑張ってな、うん、はい、うん、じゃ絶対あれやで、タヌキか、まあまあ、まあ、キツネじゃなくてもいいけど、普段はキツネかタヌキなん？あ、普段タヌキです。タヌキでやってんや、ほんじゃタヌキでやってな、うん、あ、分かりました。もうみんな行く準備できてるから、今から。あ、ほんと？うん、すいません、山田さんのリスナーさん。いいよ、全然。その代わりにめっちゃ人気になって儲けたら、あの、全然俺にアイテムとか投げてもいいからな。うん、うん、そう、それはな、うん、全然いいからな、それで。あ、ありがとうございます、うん、じゃあまあとりあえず一回配信頑張って、ケロミさん。あ、ケロミはあと一回ここで、あの、今から配信しますってコメントだけ書いて枠つけて。あ、わかりました。うん、ほんなんね、ケロミさん、はい、ファイト、ありがとうございます。ウィース。はい、失礼します。はいよ、よし。これであれちゃん、遠隔でもいけるんじゃん、別に。うん、いけるんじゃん。うん、まあ別にまゆちゃんの家行くのとケロミさんの家行くのと別に何も変わらんやろ、言うたら。うん、うん、で遠隔でいけそうやったら別に遠隔ではええやん、別に。もうこの子の目的はリスワン取ることやから、別に。うん、別に直接会いに行かんでも、直接会いに行かんでも、もうこれで行けんねやったら行ったらええやん。で、無理そうやったら突っ込んだね。じゃ、分かって分かって、ゆっこ、呼び、分かってる分かってる分かってる。結局、相沢以外やったら誰でもええから、ゆっこな。うん。相沢以外やったら誰でもいいスタートやから、うん、一応みんなに頑張れよやから。え、ケロミもともと仲高いやったら余計いいんちゃう、別に。俺、仲高結構仲いいやん。うん。まあ、あとは実力。うん。え、ちゃちゃ、もうコメント残すだけで合計やつら乗るから。コメント残すだけでええん、別に。はい、この人、この人、ケロミさん。ケロミまだコメントけえへんな。まあ、配信つける前にコメント書きあるんちゃう。うん、いや、まだねえへんよ。ケロミさんが枠つくまで寝られへんやろ、言うたら。うん、あ、うん、サブアカでもいい。サブアカでもいい。もう。おう、エリボー、おはよう、エリボー。エリボー、うん、珍しいな。なんでこの時間、エリボー。仕事休み？起きんの早ない、ね、寝るにしては寝る前にしては遅すぎるし、な、何してたんやろ。ああ、うん、遠隔でも、じゃあ遠隔で撮れそうやったら遠隔で、うん、別にいかんでもええやん、うん、ケロミさんかてなんやかんや言うて OL 女子一人暮らしとかやろ。ということはケロミさんの、じゃあ俺の枠より多分ケロミさんの方がガチ恋多いやん、言うたら。ということは、あの、はっきり言って俺のところより向こうの方が多分迷惑やからな。一回のリスワンで失うもんめっちゃ多いで、俺が家行ったら。やっぱ相手のことも考えてあげんと。うん。いや、絶対そうやろ。うん。そうじゃない。俺のところはこうやってちょっとちょけてさ、ガチ恋のふりしてさ、うん、コメントしてる人ばっかりやけど、多分ケロミさんの方が多分ガチガチの、もうガチのガチ恋みたいな人ばっかりなんちゃうから、うん、おちんぽスケベじじいばっかりやろ、どうせ。ちゃうか、うん、もう DM でさ、あの、うん、好きだよとか送ってくるタイプのリスナーばっかりやから、どうせ。うん、何気にたこ焼き、あー、まあ最悪別にさ、ちょっとお邪魔して食うぐらいはいいけど、長いせすんのはちょっとちゃうと思う、多分。うん、そうそう。じゃあ、そのなんか変なデレデレとかじゃなくてさ、まあ、ちょこっと出演して去るみたいな、うん、の方がいいんちゃうかなみたいな。まあ言うてうちかてさ、うん、イベントちゃう、いやいや、おるやろ、おるやろ。あ、この人ね、みんな。この、ケロミさん。おるて、うん。じゃ、女の方が多いから、ほんで。男のガチ恋。おるて。
おるおる、しかお前 LINE 公開型やからさ、余計おると思うわ。はい、まあみんなこのケロミさんが枠ついたらブワーって、うん、あ、よかったね、ケロミさん、いっぱいフォローしてくれてるわ、通知も取ってくれてるし、ケロミさん、うん、え、おい、やるか、行くか、そしたら、い、まあ、その長いせえへんで、うん、長いせえへんで、どうやろう、2時間 ?2 時間ぐらい、うん、2時間ぐらい、今からは無理や、俺一睡もしてないって、死ぬって、うん、それこそさ、一回みんなでケロミさんが枠ついたら俺ケロミさんがな放送するから、一回ケロミさんの意見も聞いてみたら、ちゃんと、うん、みんながみんなでケロミさんの枠行ってケロミさんと話し合って、うん、ケロミさんリスナー様とも折り合いつけて、うん、ケロミさん始まったよ、し、俺じゃあ10分で終わるわ、10分で終わるからうん、もうさすがに限界や俺も、あー、オッケーオッケー、うん、でケロミさんとケロミさんリスナーさんとヤマリスでみんな相談して、うん、山田は果たして行くべきなのかどうかとかも、まあ、議論して、うん、ケロミさんちょっと否定的なコメントあってもブロックせんといてな、とりあえずタイトル山田載ってないアホなん、タイトル変えろって、ケロミさんタイトル変えろよ、やる気あんの、部長やまだ入れろって入れていいから、うん、もうもっと極端なタイトル言っていいから、うん、部長やまだと付き合いたいとかでもいいから、うん、じゃあ俺ケロミさん、俺も見てみるか、ケロミさんパイすごい、おい嘘でしょ、うん、そうでしょ、ちょケロミさん見るわ、ケロミさん、あ、ちょっと待って、人造人間17号見てるわ、ケロミ、本当にビチャビチャ、あ、タイトル何がいいんだっけ、部長山田が家に来る、部長山田が家に来る、うん、部長山田入れろ、何でもええから、山田さんとり、ああ、ええやん、おさ、確かにな、うん、なんで顔見えへんの、顔が見たい、ありがとうございます、うん、山田さんから、すごい、遠隔が合うかリスナーと相談してって、あ、顔が見えへん、ガチ恋リスナーはい、いいね、さんありがとう、あ、家に来るにしたらいいか、なるほど、あ、そうそう、家に来るにしたら俺切ったら釣られるからみんな、うん、これでいいかな、よしよし、それでいい、それでいい、それで続けろ、ありがとう、うん、それで続けろ、頑張れ、顔見えへんかな、おい、おくらい、お前顔見せろよ、お前、うん、で、これで、俺が行く行かへんは置いといて、もう拒否権なくなったからな、うん、ケロミ、俺が行く行かへんは置いといて、そっちに拒否権なくなったからな、うん、これで、あの、そっちサイドに、拒否権なくなったからね、うん、終わりました、頑張りますわ、たこ焼き用意しといてや、うん、はい、
タイル良くないダイエットしてる。タナちゃんありがとう。え、いや分からん、まあ行く行かへんは置いといて、うん、もう拒否権はないです、伺います。うん、大丈夫、大丈夫。よし、いけるね。はい。はい、トラちゃん、おはようございます。さあ、寝坊せんように頑張るか。あ、美人な、ほんまに？うん、ほんまか？うん。まあいいよ、別に何でも。アイザー以外がリスワントレーニング。じゃ別に好きとかじゃないやろ、言うたら。ないよ、そんな、全く。何にもないです、言うたら。うん、うん、じゃあ夜はこのうんこ食いに行くか、うん、うんこというかたこ焼き食いに行くか、そしたら、うん、まあ、これで多分みんなケロミさん分かったと思うんで、まあよく向こうの、いやでも今からスタートやからな、この子、うん、で夜12時までやるやろ、多分。ケロミが山田君、じゃあ4時過ぎな無理やから、俺も寝かして徹夜やね。うん、うん、あと住所送っといてって言っといて、住所、うん、もう別に晒したりはせえへんから、住所送っといてって。うん、まあおるな、ガチ恋ムーブおるな、うん、ガチ恋バイアスおるな。で行くにしても夕方以降やから、うん、その俺寝な、どうするん、死んでも。何時間やってんの今日。えぐいって、放送時間えぐいって、うん、いやでも奇跡起こったね、うん、言ってへんやろそんなこと、言ってへんわ、その別にそういうんじゃないから。しかも別に放送ずっと何かしら回ってるから、ちゃんとあの何つけたまんまの状態でスタートで、であの空白の時間なしで解散やから、それでいいやろ。それやと問題ないでしょよ。はい、アコニャンパオン、あざそっけ。いやごめん、さっきの枠途中で切ってるから分からんけど、3感想以上はやってるよもう。うん、ああはいはいはい、もう土地勘あるわ俺ここ。うんうん、あれこれ部屋番は、部屋番は、部屋番号は、部屋番号はって、部屋番がないじゃないか、どうやって行くねん、うんうん、よいしょ、うん、よいしょ、遠いな。まあ遠くはないか。今日はこの、あ、戸建て、戸建てなん、どういうこと、実家暮らし、うん、あ、実家暮らし、まあまあ、わかるわ、場所、あ、この、あー、オッケーオッケーオッケー、来た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 、うん、来た来た来た、まあいろいろ来たわ、そういうことね、了解。じゃあまあ、夕方以降、まあ多分寝坊するけど、オッケー。じゃあサクッといくか。だから家バレしたらあかんから、道中放送できひんな。了解。
寝坊したらごめん。したらごめんね。ごめんね。了解、寝坊したらごめんね。おし、OK。はい、5個パワーがゴシゴシゴシ OK。おー、あっせ。寝坊したらごめんね。おみんなも寝坊したらごめんね。あ、新しいな、でもな。全然俺も知らんかった人やから。目覚ましかけるよ、もちろん。かけるかける。まあ、遅くても夜の7時までにはいけると思うって言っといて。まあ、行くにしても。でももうこのタイトルだけで取れそうやったら別にいかんでもよさそうやし、もう。じゃあ皆さん、お疲れ様でした。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 まあ、頑張って3位沢か2位沢にしたいけどな。いや、勝負したりです。はかんで、はかんで。もう安心ついてる状態で俺去るから。うん、ラブホじゃない。旅館。今から寝る。それでは、皆さん、たくさんアイテムもありがとうございました。うん、疲れ様です、ほんま。はい。はい、お願いします。パオン、ゴシゴシゴシ、オッケー。どんどん旦那さんの財布から金抜いてきて、あざっす、オッケー、いいよ。5位沢はきついんちゃう。4位沢か3位沢目指そうぜ。うん。それでは、皆さん、お疲れ様です。はい。まあ、今日夜ご飯、たこ焼き食わしてくれるらしいんで、はい。助かります。それでは皆さん、お疲れ様です。ありがとうございました。また夕方以降にお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。あ、まさはしパン、あざす。お疲れ様です。